こんにちは。はいはい。聞いてますよ。始まりました。始まりましたね。今日も週の真ん中水曜日午後9時スタート、はい、ウォーターアウトドアーズスノーボーディングフリートークでございます。来ましたね。来ましたよ。1週間。1週間早いです。あっちまいね。あっちまいね。ほんまに。これはあれやろ、年のせいやろって言うよね。ねえ、うん、絶対そうやと思うね俺、うん、年のせいやわ悲しいけどね。今日はね、ごめんなさい小西くん、残念なお知らせがあるの。何ですか？ほぼほぼ釣りの話になると思う。マジっすか？うん、そんな釣りだっけ慶次郎くんは。そうなの。実はっていうか、俺も好きでよく見るんだけど。うん。僕も見てるっすよ。わう、全部。あ、ほんと？うん。俺も全部見てるよ。うん。楽しみだね。どんなお話が。そうね。どんなお話になるのか。こういうライブとかっつって、見たことないしね。彼がやってる。ないもんね。なかなか素がないもんね。素はないもんね。で、僕らも、こういうとこで喋るのは初めてやもんね。うん。確かに。どういう話？まあ、そうね。ごめんなさいね。釣りの話ばっかになったらね。本当に。さっき謝ったばよ、みんな。スノーボードの話すると思うやろう。裏切るから。聞いてるっすわ。聞いてて。聞いてるっすわ。釣り好きには、釣り好きにはたまらんよ。ほんまに。そうね。ルアー作ってるやんね。そうやね。それも。自分のがあるやんね。それも、めっちゃうまいね。ああ。めっちゃ綺麗やね、ルアーが。ああ、作るんはもう全部うまいじゃないですか。そうやね。手先器用やねんで、うん、ほんまに手先器用。なんか最近ヒゲがヨークみたいになってきてるけどね。ああ。うん、こう見えてる。うん、ふう。これ喋ってもいいですか？まだちょっと我慢して。漏れちゃったね。うん、ふう言ってたけど、まだちょっと我慢して。じゃあちょっと、そろそろ出てもらいます？せっかくなんでね、うん。出てもらいましょうよ。よろしいですか？準備はよろしいですか？皆さん。はいはい。それでは、御開帳でございます。はい。はい、慶次郎くんです。はい。始まりましたはい、ドギーでーですいえいえ。はい、ドギーさんです。はい。やっぱ元気にね、元気に行きましょう。さすがだわ、ね、うん。はい、元気に行きましょう。ありがとうございます。いやー、初ですよ、ね、こういうこと。ライブ？ライブ初です。あ、マジでやってなかったんや。なんかこうリモートなんとかとか言うんでしょ、こういうのは。そう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 、リモートなん、リモートなんとかっていうの。リモートなんとか。だから一応これも用意したんですけど、これはいらないですか。それもリモートなん。リモコン、リモートだからこれこういうの必要なのかなとか。なんか小西に向けてなんかやってみて。なんで。はい。ストップ。ほら、ストップ。こんにちは。おっ、どうぞ。あっ、動いた。やめてやめてやめて、そういうの。カン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 。急に、急に、あっ、いいね、乗ってからいいね。厳しい、厳しい、厳しい。厳しい、そういうの来たらめっちゃ厳しいわ。いや、これはいい。今週途中何回か出てくるで、これ多分。いやいやで、絶対。わいが、わい持ってくるよ、そんな。逆にやるから。俺ないねん。いいですね。いや、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。はい。皆さん、ね、まあ、ドギー君にね、聞きたいことを何でも受け付けておりますよ。何でも聞いてください。僕たちにはもうね、皆さん。うん。もう聞きまくっていただいて。聞くことないでしょう。もうないと思うわ。ね、ドギーさん聞きたいことはあるな、多分。これは、もう YouTube、これも YouTube のやつなんですか、これ。そう、今ライブ配信中。そうです。コメントみたいのは、これ右側に
コメンツの上にさ、コメンツっていうやつですか？そう、コメンツっていうやつ。これを押せばいいんですか？いろいろバーっとコメンツが出てくる。お、結構来てる。だって今109名様ご覧いただいてますよ。レッドアイの DVD から応援してます。あい。やばい。嬉しいね。嬉しいね。カジン、カジン。ね、チンピラ親父みたいなのありがとうございます。チンピラ感あるね、確かに。今日はそれはおしゃれなシャツじゃん、おしゃれな。はい。あの光をイメージしてるの？その髪の毛は。あ、光るって何ですか？ユーチューバーの光。あ、いや、全然全然。僕はもう、はい、完全に、これはもう、ストレスです。ストレスで、ここだけ知らない。自然とっていうかね。自然とっていうか、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、そこまで、わからなかったよ。いやー、いいですね。いいっしょ、たまには。こうさ、はい。あの、ライブなんだけど、ライブ配信なんだけど、はいはいはい。もう本当3人で飲んでるみたいな感じでいいと思うの。あ、飲むんですね。あ、ごめん、うん、いただいてます。いやでも僕やっぱり飲みながらっていうのはやっぱりこうあのなんかこう見てて嫌な人もいるかなと思うんで大丈夫です僕は。あれそうだね、あんまりねそぐわないこと言うとこうなるからね。うっしゃいイエーイ、はい、ドギーギャグです。今のドギーギャグよかった。どうも、はい。乾杯。乾杯。乾杯。朝日。乾杯よ。あ、美味しい。はい。飲んでないよ。飲んでないよ。あ、そうか。そういうことせなあかんねん、俺と小西。そうや。そんなうまくできひんよ。なあ。あの、盛り上げていかないと。違うね。オーディエンスに。聞いてないのか、ね。オーディエンスじゃないの。リスナー、ね、リスナーよね。リスナー。リスナーよ。はい、オーディエンス、でもオーディエンスの方がかっこいいね。オーディエンス。オーディエンスにしよう。はい。オーディエンスにしよう。うん、いやー、嬉しいですね。ね。はい。いろんな話したいのよ。釣りの話とかと。はい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 。ヘラ釣りの話でしょ。あと、バキュームフェラシーの。フェラシーじゃない、ヘラシーです。やっぱりそこを間違えちゃダメなところです。普通に言うてもうた。ごめんなさい。バキュームヘラシー。本当先週っすよ、僕ちょうどそのバキュームヘラシと、うん、あの、ね、一緒に行ってて、うん、はい、でそれは動画になるの？はい、それは動画になるの？ YouTube ですか？それ YouTube になるの？あれ止まってるわ。いやもう完全にプライベートです。あ、プライベートなんや。うわめっちゃ見たいな、はい、そっか。もう夏シーズン終わったってことでしょ。冬までやんないってことだよね。お、すっげえ。あ、これ自慢やで。これ自慢や。でっか。これが、でっかい。これヘラブナ。ああ、釣り堀なんでしょ、ヘラブナって。そう、そうそうそう。あの、野池とかもあるけど。うん。うん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 。でも、全然これね、面白いんですよ。バスも行ったっすけどね。バスも行った？え、バス、ヘラ、あと何行った？バス、ヘラ、バスです。あ、バス、ヘラ、バス。あ、僕ですか？うん、この旅で。おー、いいじゃん。おー、でかいね、はい。バス、ヘラ、バスで、あの、いや、これ42ぐらいです。あ、ほんと。その3センチ、やっぱ重要なの？釣りの人は。いやいやいや、もうそこは。もちろん、もちろん、もちろんやん。結構、バスの、バスの場合はあれですね。リシビですよね。そうやね。口閉じお開きって。そうそうそう、うんうん。うるさいこと言う人いんのよ。そうなんや。その測り方じゃ認めへんみたいな。へえ。そうなのよ。ようあんのよ、そういうことめんどくさい。うるさいね、それね。だから俺いつもこうやってやってるよ。こうやって、こうやって、こうやって。あ、本当ですか。22センチなんだ、これが。何何おお何何何それ全部ルアーだ。こういう、こういうルアーで、これ作ったやつなんだけど、全部作ったルアー全部ね、こういう羽とかも作るね、自分で。マジで。そうすると、パタ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 ってこれ泳ぐの、パタ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 って。ジタバグ？はい。
ジタバグ？あれどっちやっけ？クレイジークローラー？ジタバグ？そういう。ああ、クレイジークローラーみたいなやつです。クローラーか。セミみたいな。うん。かわいいやろ？この。でも、貼り付いてるでしょ。貼り付いてる、もちろん、もちろん。ああ、かっこいい。あれ？それどうなの？どこが回ってんの？どこだ？これはもうボディ自体を回るようにしたんですよ。あ、ほんとだ。こういうのを作りたくて作ったんですよ。すごいね。うん、あ、後ろも回る。後ろも回る。こういう、ちょっとあの、いやらしいような。アンハールみたいなやつね。まあ、手でよ、手でよ。そういうアンハールみたいなやつ。これ、あの、僕、蛇年なんで、うん。蛇柄で、ちょ、蛇をイメージして。蛇柄や。え、コニタンって蛇年じゃない？俺ね、馬年。あ、馬？そう、早生まれだから。いくつなん？俺の一個上だよね。僕ですか？うん。僕43です。今年は ?42。あ、じゃああれなのか。うん、早生まれなんだよね。多分、うん、そうでしょ、ドギさんも。早生まれっしょ。そう、早生まれ。2月。うんあじゃあもうカンカン。だ学年は1個したってこと？うん、そう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 。うん、まあもうこのね、年になって学年も何もね。いいじゃあ呼び捨てにしていい？ああ、もう全然全然。俺呼び捨てにすんなよ。よし、先輩。先輩するわけないじゃないですか。めっちゃちっちゃいやつ。いや。めっちゃちっちゃいやつや。だけど、嬉しいわ。ねえ、いまだにこうやって皆さん頑張ってやってるのはいいですね、うん、スノーボードも。ねえ、ねえこうやって3人さ、スノーボードやって、わわわわ言うてやってるんやもんね。うん、今もねハイツにいたよ、みんな3人ともハイツに。そうや、そうそう。みんなハイツや。これ、僕が、もうヨッシーさん見たのが、うん。レールがすごいいっぱいあったときあったじゃないですか、ハイツ。あった。で、もうさ、下、一番下の、すげえ、うん、なんか丘みたいなとこにすげえ長いダウンレールがあったんですよ。うん。それ多分ヨッシーさん、フロントで多分やってたんですよね。あ、チェックでね。そうだ。チェックかわかんないけど、ね、それ見て、うわ、すげえなって思ったのを覚えてます、僕。あ、本当ありがとう。ヨッシーさんですよね、あれ。違うのかな多分そうだよ。わかんない。でも、ね、同じようなことをみんなやってたよ。ですよね。だから、いや、すげえな。でも僕、その時は、ま、もう全然まだまだ、自分も、やり始めだったんで。はあ、あ、そっか。はい。うわ、すげえって思いながら見てましたね。いや、嬉しいわ。じゃあ、それはもう完全に僕ということで。そうですね。いや、多分じゃないです。絶対そうだったです。いっぱいあったもんね、あの時、ハイツ。いやー、今は亡き。多分ね、聞いてる人でハイツって知ってる人ってすごい少ないと思うんだけど。そうですよね、北志賀ハイツ。なんかこうね、当時、何年前？ 20 年ぐらい前？20年ぐらい前じゃないかも。ね、そうですね。俺25とかそれぐらいの時だから。あの、ここぞとばかりうまいライダーが集まるスキー場で、で、なんかこう、パークもしっかりあの当時としては作ってあって、プラス、フィルマーたちがいて、で、カメラマンたちもいて、はいはい、はい。っていう、なんかそういう場所だったんだよね。タイメックスの時ですよね、その時って。タイメックスカフェみたいな。タイメックスより前かな、俺。あ、僕もでもその前の時もあったんですよ。だから多分、ヨッシーさん、その時かな。わかるわかる。うん。その時の方がなんかもうゴリゴリな人たちでしたよね、みんななんかもう。ちょっと怖かったですもんね。ああ、そうか。ハーフパイプのディガーたちとかすごかったよね。ディガーがやっぱり怖かった。岩田さんとか、隊長がもう。怖かったわ、岩田君。怖かったっすね。もうなんかスノーボーダーっていうよりも、
ヤンキーだったね。そうですね。いや、昔はみんなそうだったんですよね。職人軍団みたいな感じだったもんな。高橋玲君とかもやんちゃだったし。ねえ。今こんな丸なってるさ。そう丸なってる。当時なんかもうこんなやったやん、もう。そうですね。なあ。まあ、そんなことがあったんですね。そういうね、なんかこう、そこで目立てれば、一気にこう、うん、メディアに出れてみたいな場所だったよね。ああ、そうですね。ほんまにそうだったな。それきっかけやもん、たぶん、ハイツきっかけやと思う、結構。あ、本当。僕もそうです。うん、僕もだから、ハイツで、JT さんと、結構撮影するようになって、ストリートとかを連れてってもらうようになったっすからね。ああ、うん、それでレッドアイ。そう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 。僕、ケイジローがタジーンといつもこう、撮影に行ってのそういうイメージすごく。ああ、そうなんですよ。だから連れてってもらって、うん、確かに、あれがもう完全に僕の中ではターニングポイントというか。なるほどね。それまではもうずっとハーフパイプのみだったんですよ、僕。あ、そう。そうなんですよ。だから。知ってるパイプの頃から。そうそうそう。あれ赤上下だったね。そう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 、赤上下、ね、赤上下なんて相当前だよ。だよね。そうで、黄色いヘルメットかなんかしてて。そう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 。あ、それなんか。その頃、もうね、全日本とか、パイプの時期とか、多分ちょっとかぶってる。そうだよね、ここに出てたもんね。福ちゃんとかも全日本出てたぐらいの時じゃない、うん、あ、でも、それか、そのちょい後ぐらい。後ぐらいかもしれない、うん。そっか。なんか、太陽さんがもう全盛期だった時。あの、うん、こういう人でしょ。そうそう。何や言うたらこういう人でしょ。でも、ハイツはもうライオくんだったもんね。ハイツ行く前にね。あの頃は。レッドアイのパークだったし。そうだね。レッドアイのパーク、だから僕も出させてもらったもん、レッドアイ。1回か2回ぐらい出させてもらった。そうですよね。渋チンさんですね。渋チンか。そうよね。懐かしい。そうっす。だその時に地蔵もフィルマンをしてたんで。うん、あ、そうだそうだそうだ。だけど、ね、うん、地蔵はやっぱり、その時からやっぱり結構こう、まあ、いいキャラというか、まあ、やらかしてくれるというか、もうすげえ、もう何十回何百回もやってメイクした。してよっしゃどうじぞって言ったらごめん撮れてないってまさかってやってくるよねそんなことあるんやね。そうなんですよ。だからあの時の落胆っぷりって言ったらもう、ね、でも逆にさ、カメラマンからしたらさ、その何百回も待っててさ、はいはいはい、ずっと同じように撮っててさ一回やってそこをちょっと撮れんかったらラッキーやん自分らって思ってたんかな。いや思ってないっすよ。俺もまあやっぱへこむへこんでましたよ相当。へこんでた。うん、そっか。いや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 、まあまあ、まあ、いややっぱ本当同世代ですね。同世代というか、うん、その時代を生きてきた中ですね。古い話になっちゃうけどね。そうですね。だからでも、うん、なんかやっぱあんまりヨッシーさんとかコニタンとかは、うん、まあ面識はあるけど一緒にこうなんか、うん、するみたいのはなかったじゃないですか。うん、あんまない。だからなんかまあこうやって呼んでくれたのは嬉しいなと思って。なんかさ、でもなんかなんやろ、こう言い方間違ってたらごめんなさいね。気軽に呼べた。あれ、ちょっとフリーズしちゃった。いや、聞こえんかった、今。はい、うん、あ、まあ、気軽に呼べた。ああ、本当ですか。なんだろう。ほら、はい、なんか釣りの話とかさ、こう文字上ではしてたりしてたやん。そうや。あれなんですよね。でも、掘り下げていくと、うん、僕のショップの、うん、昔の店長と一緒にあれですよね、あの君町荘で、あ、大地さん、
山本さんってわかります、はい、山本さん、関西のね。はいはいはい。うん、とかとは、まあ、一緒だったんですよね、前。そう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 、前、その、こもってた時とか。スクールだったんですか、あれ。僕、白樺っ子ロイヤルヒルでイントロやってたから。はい、ああ、ですよね。この上しか、上しか滑れなかった時ね。はいはいはい。で、それを聞いてたんで、うん、まあ、あの、まあ、なんていうんですかね、勝手に、そんなに、こう、遠い中でもないな、みたいな、その、そうよね、山本さん経由で、なんかこう。ああ、本当？だから山本さん、僕、本当にお世話になったというか。いや、僕も。すごい、まあ、怖い人だったじゃないですか。え？結構。はい、結構、まあ、あの、怒るときは本当に怖かったんですけど。ああ、そうなの。僕ね、怒られたことないのよね。はい、あ、本当ですか？あ、何して怒られたの？あ、それ聞きたい。俺、っていうか、山本さんが怒るイメージが分かる。僕が、高校卒業して、カラスノーボード始めたんだけど、その時に初めて、その山本さんのプロショップに行って、もう右も左も上も下も分かんないような、もうガキンチョですよ。それで、やっぱりだから、まあ、まあ、ダサいこととか、かっこいいこととかをやっぱ教えてくれたというか。あ、若い頃だ。そう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 。だからその時に山本さんに会っててよかったなと思って。あのね、小西くんは知らないでしょ、山本。でも今も業界携わってるのよ、山本さん。お店名前なんだったの？そこあれ。パロット。パロット。パロット、そうや。パロット。あ、山本さんってそっちの山本さん。そうなんです。そうなんです。アルペンの方ではないです。あ、その山さん山本さんやったら僕も、数え切れんぐらいどつかれた。ですよね。ですよね。チビタと。そんなに優しくないなと思ったんですけど。優しくないわ。ですよね。優しい山本さんじゃないわ。ですよね。そうなんですよ。だから。分かった。ああ、分かった。でも、筋は通った人じゃないですか。うん。はい。で、まあ、怖かったじゃないですか。めっちゃどつかれた。まあ、俺、本当に、そっか、まあ、若い時なんて、やっぱちょっとこう、ね、生きりたかったりするじゃないね。そうね。そういう時に、やっぱその、お前、ダサいな、みたいに言われて、うん。で、まあ、スノーボードもだけど、スノーボードも、なんかもうちゃんとこうカービングができないうちに飛んだり跳ねたりするのなんてダサいわって、アクセスト受けろって言われて、そうなのね。もう嫌だと思ったけど、バッチテストからやって、でもそのハーフパイプをやるんだったらもう絶対カービングはもう絶対できないけどダメだっつって、うん、もうそのバッチテストをだって一級取らされて、だから、まあでもそれがあったから良かったと思うし。そうね。なんか繋がってるやろね。今の人にもね。だから、その山本さんか。そうなんですよ。でも本当に、まあ、怒るだけじゃなくて、本当に優しいとこもあったし。いや、優しくないよ。優しくないわ。いやもう本当に多分ゴリゴリの、まあ多分ヤンキーというかだったと思うんですよ。もともとはね、もうほんま大阪の人なんだけどね。そうなんだ。なんか大阪の人だから普通何してんねん言うてから叩くやん。はいはい。叩いてから何してんねん。そうなんですよ、そうなんですよ。しかも叩くのが結構痛いんですよね。こうリストが強いから普通さ、当たるとこうなる手はね。はい、じゃないのよね、もう。こうなる。痛いやつや。痛い。こう動くやつや。いや、本当にでも感謝してますね。あの人、ジムニー乗ってて転がしてたで、ジムニー。なんかカーブスピード出したか、風が強かったかなんかで、ゴローンっつって。そうですね。なんか、そんな話聞きましたね。ね。で、山本さんも釣り好きでさ。ああ、そうですね。なんかもう、うん、イカとかよく行ってましたよね。あ、本当？俺ね、すごろく川、長野の。はい。渓流釣り一緒にね、連れてってもらってね。
あの、その時はデリカに乗ってて。はい。ああ、はいはい、乗ってましたね。うん。で、あのデリカに3人ぐらいで泊まって、しばかれながら釣りしてたね。お前もっと向こう行けやっつって言われて。いや、本当にそんな感じですね。で、面白いですね。いや、懐かしい。懐かしいね。ごめんなさいね、こんな昔話ばっかり。コニタン、すいませんね、なんか。いいね。いやいやいや、いいよ、いいよ。そうなの。あるよね、そういうのね。そうなんです。だから、共通の知り合いね。もう、本当に、そういった意味では、プロショップに行ってよかったなと思って。うん。俺、多分そこ行かなかったら、今もうないと思う。こんな風にしてないと思う。そっか。だから、ちゃんとそうやって教えてくれたし、一から、カービングも。だし、なんか、だからすごく、そう、それがあったからというか、まあ、ね、まあ、プロショップ、まあ、もうやっぱり行くべきだな。まあ、ちょっとさ、今そういう流れもあるっていうのでもないけど、まあ、これをね、プロショップってやっぱり、そういう本当に、教えてくれたり、いろいろね、こうやってくれるから、うん、まあ意味はあるんだろうなと思うんだけどね。あるある。ありますよね。情報だってネットにない情報たくさんあるし、そんなツイッター見てようが、SNS 見てようが、入らない情報は絶対ショップにあるし。ですね。あと、その、なんだろう、一緒に滑りに行こうや、つって、行った先での経験もネットにはないからさ。そうですね。それがとってもこう、近く気軽にできるのは、やっぱそのプロショップだったり、総合の店だったりする、なんてすごい思う、ね。友達にならんくても話せるもんね。そう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 。で、またそこからね、友達にもなれるしね、なんか仲間がそこでね、共通にな人がとか、そう、だから、ね、すごい今なかなかね、やっぱり行かない人とか、行きづらい人とかもいるかもしれないけど、やっぱりね、行ってみると、本当にそうやって滑る仲間も増えるだろうし。ね。うん。いや、ほんまに、そうよ。SNS でも広がるんだろうけど、なんか違う。まあ、これはおっちゃんなんかな。いやでもさ、SNS で友達になってたら友達って言うでしょ、若い子って。言うよね。そうなんすか、言うよね。20代の子とか、友達っていうの。ただそれがさ、SNS の友達ってなるやん、Facebook だったら、はいはい。これのことを言ってるのか、ほんまに友達やと思って友達って言ってるのか分かんないよ。うん、あなんかさ、SNS だとすごい、こう、文字ではおしゃべりやのに、うん、あったら全然しゃべらんやん、みたいな。いる。めっちゃいるやんね。うん、いる。いる、うん、いる。どうしようかなって思うよ。うん。ね、目も合わせてくれへんのか。そう。ほんまに。そう。いるんだよね。うん、別に悪いわけじゃないけど、悪いって言ってるわけじゃないけど、そのギャップがに、おおってこっちは結構面食らうよね。めちゃめちゃこんなピュアそうな人やのに、えみたいな。結構書いてたりね。だから、まあ、世界が違うのかもしれないね、もうだから、その、ここ、現実と、うん、そのまあ、要はそのネットの世界、でもう要は使い分けちゃってるのか分かんないけど、すごいね。だからマイクラみたいな、そっちで本気が出せるみたいな、本気本音。あでもなんかあの会議とかでも、ね、面と向かって会議して打ち合わせして話してるより、意見言えって言っても言わないけど、後でメールとかで意見をくれって言うと、わーって書いて、まあ、若い子がいるっていうのはなんかで見たことある、本で。うん、ありそう。やっぱ得意なのかな、こっちの方はね。なんでしょうね。口で言えないんだ。なあ、うん。字書いたりする方がめんどくさいけどね。めんどくさいよね。ねえ。本当にめんどくさい。分かる。まあでも、前も結構どっちかっつったらそっちの時期もあったな、多分。だって文学青年やったやんか。
なんかすごい。小西くんは文学生ね。長い日記を毎日書いてた時期とかって。全然だから、全然一緒にさ、旅に行ってもさ、全然遊んでくれへんねん。あのどこやばいね。いや、それは違う。釣りとかやったから。いや、違う違う。釣りじゃなくてもさ、本当なんか、どっか、例えばリレーブルに行ってさ、散歩行こうやとか、滑った後散歩行こうや、コーヒー飲みに行こうやとかあったやん。あの、スーパーに買い物しに行こうやとか。いや、あの頃特にそうだったっすね。そう、Y 本読んでるか、Y ゲームするか、どっちか。全然遊んでくれへんの。ゲームもするんだね。ゲームね、あれ好きだった。ファイヤーエンブレム好きで。多分大体、聞いたことあるな。ゲームといえばファイヤーエンブレムしてた。え、今もすんの？こちら。いや、今しないね。全然？うん、最近全然しない。俺もあんねん、もうね、全然やらない、ゲームは。あれでしょ、鼻垂らしドッジボールでしょ。いや、僕は、もう、兄ちゃんがいて、うん。兄ちゃんがゲームずっとやってて。あ、見たことある兄ちゃん。こんな兄ちゃんでしょ。あ、そう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 。それがずっとやってて、やらしてくんなくて。で、たまにこっそりいないときに、ファミコンとかをやったけど、もうやっぱ普段やんないから全然できなくて。で、もううわーってなってもうこう投げつけたりして、で、ファミコンのところがちょっと鼻がちょっと欠けちゃって、後で超怒られるみたいな。だからもう俺はね、それからもう全然もうゲームというものをやらなかったね。そうなんだ。アクティブやったよね。アクティブっていうか僕本当に勉強しなかったですよ。勉強のやり方が分かんなかったというか。いや、僕もそう、それ。で、運動も、多分ちっちゃい時できた方ではないと思います。あ、そう。なんか運動神経抜群なイメージ。いやー、なんかね、絵をずっと描いてた。あ、絵とか、なんか工作みたいなのがやっぱ好きで。そうや、まあそうやもんね。今、発揮してるもんね、めちゃくちゃ。そう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 。すごいね。だから、運動神経自分でいいなって思ったことなかったもんね。そうなんだ、ね。でもあの逆立ちで歩いてたりとか結構昔から やってたやん。あれそうだからそれは、うん、あのね、高校卒業してぐらいから、うん、とかだね、多分ね。鍛え出すの？フィジカルを。鍛え出してというか、多分ね、やる気がなかったんだと思う、そのスポーツに対して。そう、あの、ちっちゃい頃はでも、小学校の時は柔道をやったり。中学の部活は卓球。うっそ。いやばね笑うでしょ笑っちゃダメだよ。あの、よし、先輩、よし、先輩。何でしょう、何でしょう。先輩ですけど、うん、福原愛ちゃんに謝ってください。ずいぶん遠いとこに謝らないといけない、ね。卓球は、本当にガチでやったら、めちゃくちゃ疲れるから。うん、あ、そっか。だってすごいんだよ、フットワークが。あれ、めちゃくちゃ球速いんだから。だよね。そんな、だって周りにあんな球速い人いないもんね。ですよね。だから多分、お二方、うん。多分俺、左でも勝ってるな。言うたら、俺言っとくけど。いやいやいや、俺も結構できるよ。小学校5、6年は卓球部やったから。あ、マジっすか。いや、ちょっと無理かもしんない。ああ、もう全然知ってないけどね。あのサーブで切ってもいいですか？あ、僕も切り返すよ。おお。あのね、本当に卓球はあのもう走り込みもするし、あ、そう。そう。あの素振りを、あ、そりゃそっか。あの1日2000回とか言われるんだよ。あの数えれねって話をその前に2000回なんて誰かあの野鳥の会みたいな人いるんでしょうね。はい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 、いや意味あんの素振り。いや、あるあるある。ちゃんとこうここの眉間に持ってくるの、こうやって。へえ。その一番いいスイングで打つ。
なんかでも俺も壁見たことない。そうか。でも疲れるほど卓球したことないもん。ないよね。だけど、うん、本当に左右に揺さぶられたらマジで追いつかないからね。そうだよね。ずっと中腰で動いてるってことだもんね。そうで、やっぱもう本当にフットワークじゃないですか。うん。すごいんですよ、あれ。テーブルテニスっていうぐらいだもんね。そうそう。だけど、やっぱ小学校の時の柔道の受け身があったから、うん、多分俺あんまり怪我しないのかなって思ってるんですよ。ああ、スノーボードでも、スケボーでも。そう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 。そうなんだ。そうなんですよ。怪我はしない？あんましてない？怪我し、ああ、大怪我っていうのがあんまないですね。あのストリートの時にちょっとこうあの大突起っていう背骨のやつをやって筋断裂しちゃった時あるんですけど、小骨ね。そうです。それぐらいですね、うん、僕多分大きいのは。そうなんだ。そうです。小西もあんまないよね、怪我ね。ワンもあんまないしね。鎖骨折ったことが1回、2回、うん、同じとこがもう1回折れたって、で2回やけど。こんな中で一番怪我してんの俺やで。そうかもね。かっこいいやろ。でも、そんなのない、そんなのない、シュシュ行くもん。あるよ。首。大腿骨。付け根。大腿骨。大腿骨だよ。付け根。え、やったんすか？骨盤？大腿骨あるやん。大腿骨あるやん。はい、はい。骨盤があるやん。はい。これ、ぶち抜いちゃったと思う。それも。めちゃくちゃ痛かったんじゃないですか？カッコつけようとして。調子に乗ってて。話になってあれですよね、佐賀ですよね、佐賀スケボーで、え、スケボーで、スケボーで、結構スケボーでそこをやるって相当っすよ。いや、結構でかいボールだったもんね、あれね。上から落ちて足ドンってついたんだけど、はいはいはい、膝が回らなかったんだよね。うわー、で、そのままドーンっていって。うわ、直でんじゃあ、こう、来ちゃったわけですね。そうそうそう。で、ぶちゃぶちゃっとドーンって。うわ、いやー、痛そう。え、じゃあ、コニタいたの、その時に。いたいた。うん。ボールから出せんかったよね。そう、もう動けなくて。ちょっと頼むわ、つって。でも、まさかそんななってると思わないからさ。ああ。なんか、じーっとしてたらね、痛くないの。はいはいはい。ちょっと動くと、うわってなるの。いやー。しばらくビール飲んでね、見てたよ、うん。そこまでじゃないと思ったよね。うん。でも結構やばいみたい。お、いいね。いいね。いや、進んじゃ、いや、でも僕あんまり酔っ払わないでしょ。うん、いや、酔ってる酔ってる。でも見たことあるね、酔っ払ってるやつ。ね、なあ、でも見たことあるよ。あるし、え、コニタ飲んでない、飲んでんのそれ。飲んでるわね。あ、お湯割り、お湯割り、うん。ああ、大人だね。なんかな、昔はジャックダニーなんか飲むぞ言うたらすぐジャックダニエルやった。イエー、コニタ、ね、かっこつけだね。ジャックダニエルの T シャツ買わなきゃ、それじゃあ。あったんじゃん、何それ。よくあるじゃん、ジャックダニエルって書いてあるやつあるっすよね。あれね、ロームであったのよ、ジャックダニエルの T シャツ。あったね。うん、ロームは。え、もうそのまんまジャック・ダニエルですか？うん、ローム SDS。ああ、あのジャック・ダニエルをパロ、パクって、パクってるやつ。いいですね、でもそういうのいいですね。ごめんなさい。コニタのためにあるようなもんだ。いやいや、もうそんなの出ないもん。広がったんだから。あれはね、ロームの会社の人たちがすごいのも。で、そう、ロームの会社の近くの場に、みんなジャック・ダニエルをこうボトルキープしてて、なんか専用のボトルグラスとかも置いてて、そこでなんかジャック・コークとか飲んでるみたいな。一回多分大阪かどっかでコニタンと、うん、エアブラスの絡みで一回飲んだことあるのかな、確か。あ、はいはいはい、はい、で、うん、東京かな、いや大阪だ、その時は怪我したんだ。なんかひどかった？止まった。あれ止まったよ。止まったよ。ケイジロー止まったよ。止まった。止まったよ。大丈夫？止まった。
今大丈夫、うん、聞こえる聞こえる。再生したんで大丈夫です。ああ、よかったよかった。それそんな聞くんやね。よかったよかった。はい。あの、ね、その時に結構、なんか、爪楊枝を、うん。爪楊枝をなんか刺したりしてて、負の歴史ね、負の歴史。わ、やべえなと思って。で、なんか、ヨッシーさんとかもなんか、こんなことしてるみたいになんか言ってて、そういうこと言うからダメなのよ。そういうこと言うから全部うちが怒られるのよ。ヨッシーくんがやり始めた、ね。だからそれ黙ってやればいいやんか。俺がやってんねんってやればいいのに。いやいや、もういい。全部こうなんか、紐づけるのよ、この人。それ言わなあかんなと思って。言わないね。そのやっぱ、うん、リスペクトですよ、リスペクト。あれでね、うん、特許じゃねえや、その使用料、使用権があるからね。そう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 。そうそうそう。それでワイがや、ワイが発明したみたいな感じで言ってたら、そう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 、嫌でしょうだっていうし。そうそうそう。だから、ちゃんとしてる。うん、いや、ね、でも、そうそうそう、言わなと思って。あ、そう、言わな、でも俺、みんなに言わな、俺は怒られるのに。怒られるんですよ、爪楊枝あったっけな、どっかに。やめなさい。自分で。自分でやるのが一番辛いよ。いや、あれ刺さるもんなんすか、あれ。刺さる刺さる。刺さる。小西式と太田式があって。どっちも刺さる。今はやんないでしょ、うん、もう。だって、やんないやんない。今は、うん、もう頼まれてからじゃないとやんない。前は自分、自ら言ったんだね。そう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 。前はね。一つ盛り上げる手やったからね、あれ。そう。じゃあ、なんかほら、イベントでコニタンと飲んだときはね、ほら、うん、猪木のビンタと同じ感じでさ。そう、結構そういうノリになってた時期。迷うでお願いしますなってた、なってた、なってた。やる。なってた。よし、先輩お願いしますって。なってたよ。ほんまにね、穴開くから、血も出るし。血も出んの人によってね、止まらないよ、血が。それはちょっと危ないですね。そうなんよ。そう。で、産んだ人いて。うん、それがちょっと、問題な人っていうか、なんかまあ。いや、産んじゃダメな人なのよ。教授みたいな人だったんから、ね。うん。産んじゃダメな人を産ましたの。間接的にね。そう。でも、そのね、産んだんはうちらの責任じゃないんやけど、そうや、全然違うで。ねえ、その人の後処理が。ほら、ここにほら、おでこ、全然血が止まんなくなった記憶ってある、あるなんか、コメントで。マジで。あ、これ誰かやられた人じゃないの？翼や。ああ、うん。翼は何回かやってるはずやね。何回もやってる ね。流れてたね、翼はドラーって。流れてたね。うん、人によるよね。あ、ちょっとすいません、コメント読ませてもらっていいですか、皆さんに。はい。ご挨拶させてください。もう42分過ぎましたけど。はい、しんしんさんこんばんは、どうも。グロッソスティグマさん、はい、どうもこんばんは。読めるようになってきたよ、これ。こんばんは。ね、チェイサーさん。こんばんは、はい。こんばんは。マーク2はどこかな、はい、どうも。こんばんは。こんばんは。あ、さっき、どうも。はい、てんちゃん。てんさん。てんさんちゃおず。あ、てんさんね。はい、こはい、わっしょい。はい、わっしょい。と、ギタさん。今日来ていただいたの、ギタさん。あ、そうなの。そう、そう。おー、すごいですね。来ていただいて、ありがとうございました。あらあら、素晴らしい。毎週見てくれてんすよね。そうなの、そうなの。ギタリ、ナーさん。ナーさんじゃなくてね、ギタさん。ギタさんだったの。ギタ。ギタさんだよ。ギタ、オッケーです。そうなの。ギタさん、ありがとうございます。梅ちゃん、はい、こんばんは、はい、どうも。YN さん、ユンさん、はい、こんばんは、どうも。あ、レッツヨン。あ、レッツヨン。レッツヨン、面白いね。ゴやないかい。ゴやないかい。面白いわ。ねえ。あれ、めっちゃ面白いわ。本当に本当ベタベタでしょ。いろいろ、あの、ベタがいいのよ。全部すぎる。ベタがいいの。うん。ベタがいい。マジで。結局だって藤山甘美になるんやもん。やっぱベタがいいの。お、ガネさん、皆さん、こんばんは。どうも。レッドアイの DVD 見てから応援してます。ああ、わ、相当前から、ね、ありがとうございます。
もう一回書いていただいて、二回書いていただいて、ずっと応援します。嬉しいね。トギさんって。はい。名前に同じとこあるから、昔から。ケイだ。あ、ケイジだ。本当だ。ね、あ、ケイジまでか。ね、タケさん。はい、こんばんは、どうも。あ、ユージさん。こんばんは。ティスさんね、ティスさん。スノーボード業界だと誰が一番先輩なのですか？え、この3人で。中だとヨシ、余裕でヨシ行くんですよ、ね。僕が先輩の風を吹かしまくってますよ。こんちゃす。はい、こんちゃす。ラマさん、飛び越えた動画。ああ、ラマさんのやつね。あれは怖かったんですよ。お互いやっぱり、こう、向かってくるから、やっぱり失敗できないじゃないですか。ああ、そっか。ラマ君はビッテリーで、こう、来るところも合理でやるで、しかも僕、ヒールサイドなんで、ヒールでオーリーって結構嫌だなと思ったんですけど。そうだね。けど、まあ、なんとかできてよかったですけど、やっぱ怖かったですね。やっぱ、ラマ君じゃなきゃできないなと思って。それ、なんかちょっと、あの、ノーズの方、ちょっと、あの、カスタロかなとかって言われた。いや、でも本当に多分結構食らうんだろうなと思って。これ、やべえなと思って、もし、なっちゃったら。そうね。で、障害者、ね、はい、ありがとうございます。沖縄からこんばんは。え、沖縄の、わおも、タコラフタも、太田って言うんですか、 OTA って言うんですか、これ。OTA、うん。あ、OTA。うん。呼び捨てにすんなよ。あ、すいません、すいません。いや、この人呼び捨てにしてんなと思って。OTA の、うん。お前も、シンシン君も呼び捨てにすんなよ。自分行くってよね。いや、でも正解しよう、OTA で。OTA。いいじゃないですか、OTA。わか、OTA か。はい。でも、こうやって書いてくれるの嬉しいね。はい、ね。すごい嬉しい。なんか、嬉しいな、すごく。KNS。KN、クンス。コニシ。コニシでしょ、コニシ。そうやね、コニシの方がいいやつ、ね。銀色ってなんですか？銀色。髪の話してるとこかな。あれかな。違うかな。銀色。全然わからへんわ。ごめんなさいね。飲んでない。飲もう。うん、早い。早い。ほら、もうタイムリーじゃないから分からんくなってる。よくあるね、よくある。あ、それのことちゃう、ね、タイムリーにやってくれてんのに。そうっすよ、そうっすよ。乾杯、うん、そうやな。だいぶうまいやな。これごめんなさいね。ジェシー、はい、乾杯、乾杯、ジェシーさん。バキューム減らしやね。あ、ジェシー。あ、やっぱジェシー。演歌聞きたいね、俺も聞きたいな。はいはい、どうも、ハイツ。ハイツの流し、こんばんは。でしょ。ドギーさん、英語ペラペラなんですか？いや、全然ペラペラじゃないですね。でも、字幕ってるよね、いつもね。字幕やってるんですけど、ね、ペロペロは好きですけど、ペラペラじゃないですね。あ、そっか。アワビが潮吹いたってことね。そうですね。そうなんです。英語はだから、もうすごい苦戦してます。すごいよね。自分でつけてんの、現場で。そう。字幕、うん、翻訳サイトあるでしょ。うん、うん、あそこに日本文を、正しい日本文を、うん、打ち替えて、うん、で英文を見て、うん、うわこれ違うなっつったらまた変えて日本語文を、うん、みたいのはやってるから、やっぱ時間かかっちゃうから、英語ができれば多分早いんだろうなと思うけど、うん、でも英語をやってるとやっぱ、うん、外国人の人からもやっぱコメント来るから、うん、あ、やっぱ意味はあるなと思って。あ、そうなんだ。サンキューサブタイトルとかよく書いてくれるから。で、やっぱお前の英文は全然違うぞみたいなやつもいるんだけど、うん、分かってんだったらいいんじゃねえかって思ったよ。いや、でも通じてんべってやつね。いや、多分そうなんですよ。うん、はい。だから、そっか。でも、ちょっとちぐはぐな、ちぐはぐな、英文がいいってよく言ってくれるんですよ、その外人は。はい。なんかその、なんていうんですか、その、
結構外国人の日本語って変な日本語にしたりするじゃないですか、うん、日本あの字幕とかも、うん、多分そんなニュアンスで多分見てくれてると思うんで、なるほどね、完璧じゃなくていいってね、うん、そうだから、うん、そう、まあ大変だけど、うん、まあや、まあやってる意味はあんのかなと思って、うん、そっか、前はあれだったんですよ、英文だけだったんですよ、うん、だけど今は日本語文もやってるんですよ、うん、あ、そうか、でも日本語部やってるとやっぱそのそれを 見れるからっていうのもあるし、うん、あのあれなんですよ、 SBJ 行った時に、うん、耳が聞こえないスノーボーダーの人がいつも見てるっつってこうなんかこう書いてやってくれて、うん、えどうやって見てるのって聞いたら、うん、英文を訳してるって言って、あそうだ、っつってすげえ、そっから、あ、じゃあ日本語文つけたら多分、あ、もっと面白く見てくれるなと思って、日本語文つけたんですよ。そっかそっか。そうなんですよ。だから、ああいう人たちも見てくれてんなと思って、すごい嬉しくて、うん、今は日本語文と英文やってますね。すごいね。すごい手間よ。皆さん見てると分からへんと思うけど。字幕は本当に手間かかるんですよ。よしくん、これも、ぜひ。字幕を英語でライブでライブで無理無理よ、後でいいけど、それもあの誰か勝つとかに頼むよ、もう絶対嫌がれるっしょ絶対嫌がれるしかもプレミアプロで字幕やるとすごく重くないですか、プレミアプロあの字幕ってそれはいい GPU ですよ、あ GPU やっぱり GPU ですか、全然そこないよ、いい、どんだけバーってほらあのテキストの帯作るやんね、はい、それでこうバーってカットしていくでしょ、編集で、え、あ、多分だからあれか、レターなんとかではやってないやつですかね、もしかして、レターなんとかって何、違う、レターしなんとか多分2つあるんですよね、やり方が、字幕のあのいっぱいフォント、なんか文字がバーって出てくるポップアップは使ってない。あ、僕そっちなんですよ。あ、そうなんだ。多分それがあれなんですかね。あの下の T でやってるってことですか。T。そうそうそう。T でやってまた難しい話してるよ、また。俺それでやろうかな。すごいやっぱり。そう、それをあの動画の最後までやって、こう。そうですよね。で、切って、で、あの、いっぱい出てくるのは切れないんですよ。だからコピペをしないといけないんですよ。ああ、そう、それ大変だ、ね、切ってやると、こっちの切ったやつを変えちゃうと、こっちも変わっちゃうんですよ。ああ、そう、ああ、ああ、わかったわかった、ね。昔のファイナルカット7を僕使ってた時は、もうそうやって伸ばしてやってたんですけど、うん、あ、すいませんね、コニタン、なんか。ラインとチェックしてるから。ね、いや、もうだから、コメントチェックしてます。お、ナオコ見てるよ、ナオコ。ナオコ、ニャオコ、うん、遠いさ、はい、あれ、ナオコって結婚したんじゃなかったっけ、お、あ、そうね、お、あ、違うか。そうなの、え、あ、彼氏ができたって言ったんだっけ、おぉ、え、あ、そういうの言っていいの、いや、言っていいやつ。違うかな多分違う人を見て言ったのかな、わかんない。どうなんだ、だってなんかね、インスタかなんかに出てなかった。あ、マジで、あ、見落としたね。いや、わかんない。確かそうじゃ。それか違う人と勘違い、彼氏ぐらいね、いてもいいと思うけどね。あ、そう。可愛らしい。結婚してないか、まだ。にゃおこ大好きやね。うん、にゃおこね。めちゃめちゃ可愛かったよ。俺ら、ぐうたらでさ、二人とも、みんな男どもはぐうたらでさ、そうですね、これ。母さんみたいにね。うん。アンディさん。アンディ君、怪我してるっけ、そんなに。いや、怪我多いな。アンディさんも毛が多いんですか？毛が多いよ。めちゃめちゃ多いよ。せんちゃん。まあ、どうも。どうでも爪楊枝出てくるからね。気ぃつけや、僕らと会うとき。爪楊枝。爪楊枝。まあ、どうなんですかね。はい。沖縄。那覇市、暑い、はい、沖縄暑い、今も暑い、暑いんじゃないですか、やっぱ。ね、沖縄行ったことありますか？
ないです。あります。ああ、ある。僕もないです。ある。何しに行ったん？なんかね、その時専門学校入ってた時で。何修学旅行？ダイビングしに行った。すごいじゃん。なんかダイビングの資格を取りに行ったんだ。そういう。ああ、へえ、うん。いやいや、そんなん先取って。ね、失敗だったっすけどね。なんか嫌やわ。小西、そんなダイビングとかで、なんか。せえへん、いや、先取って。うん、もう嫌になったもん。それで嫌になったっす。怖くなって。あの、どっちかっていうと、ケイジロとかは、森を持って、こう潜っていく感じがいいな。僕はあれなんですよ。長野じゃないですか。うん、海がないんですよ。うん、あ、そうだから、海すげえ怖いんですよ。うん、あ、そう。もうだから、海、全然好きじゃないですもん。サーフィンは？全くイメージないもんね。そう、遠いもんね、そこからだと。そう、遠い。どっちも遠い。太平洋も日本海も。そうだよ、ね。うちも長野やけど、うちは1時間で。下道でも1時間で行けるから。日本海ね。うん。高速30分とかで行けるから、ね。ああ、そう。そう。だからね、サーファー多いんだよ、うん、うちの町意外と。あ、みんなかっこつけて。え、コニタもやんの？やるよ。ほら、これ、サーフボード、これ。お、あ、ほんとだ。これ。うん。ええー。俺も。いや、あと、コニタン、チャリンコもやるからね。うん。これ知らなかった。好き。ずっとやってたでしょ？やってたよ、ずっと。来てたやん、そうや、潮風とかでさ。そうそう。ね、俺は、ピストからだから。うん、ああ、やってたね、ピスト。そうなんですよ。だから、ピストの時に、一気に、自転車好きになって、うんで、それまでもうウィリーなんて想像もできなかったんだけど、ただ、あの、ほら、固定ギアだからできるんだけど、フリーだったらウィリーできないもん。あ、そうなんや。フリータンできる？わーね、うん、ウィリーできるけど、ピストははまらんかったよね。フリーでできるよ。あ、そう。うん。なんかもうピストは、うん、ほら、こう、後ろにも行くじゃないですか。うん、固定だから。だから、上げて、あとの調節はもう足だけでできるから。ああ、そうか。なるほどね。だってフリーの場合はブレーキ買うんでしょ、後ろで。うん、ブレーキ使う。でしょ、だからそれが全然できないから。うん。そう、だからね、もう要は一輪車みたいな感覚なんでね。ああ、ま、こっちの方が、そういうことか。こっちの方が簡単なような気する。いやー、なんかもう、いや、全然僕はできなかったですね。固定だからできたんですね。いや、不要やなぁ、思って見てたもん。いやー、多分、全然、やれば、できますよ。みんなできてたっすもん。いや、僕はママ、ええ、怖いわ、ピストは。あ、なんか、ママチャリでなんとかっつってやってなかったっすよ。僕はママチャリ専門なんで。そういうね、ママチャリも固定ギアにすれるよ。コニさんのあの庭、何あれ。やばいっしょ。あれ、え、自分でやったの？自分でやった。だと？うん、完璧自分でやった。え、土だって普通の土じゃあれできないんじゃないの？そんなことない？いや、なんだ、でも全然うちの庭の土よ。へぇ、そう、なんかね、家の前がこう斜面になってるのを、うん、こうガレージ作るのに平らにして、その時出た土をずっと全部あっち側に持ってって、うん、それでそれまでにもちっちゃいコース作ってたんやけど、うん、でもその土いっぱい出たおかげでめっちゃパワーアップした。結構時間かかった？時間、まあかかったね。え、重機使ったの？そう、その時重機使った。ああ、重機使ったんだ。うん、手掘りじゃ無理だわ、やっぱり。だよね。うん。重機使ったんだったらできるか。何それ、なんか大したことないみたいな感じになって。いや、いや、重機使えるのもすげえなと思ったんだけど。いや、うん、俺は重機じゃなくて、まあ、重機までいかない、9機ぐらいなんだけど。おお、さすが、そういうの、そういうの。もう思わへんもんね。違うよ。数値の使い方が違うよね。なあ。いや、僕ね、僕んちは、ちょうど今年ね、コンクリート自分で打ったんですよ。あ、見てたよ。見てるよ。全部見てるから。そうそう。
あれもね、すげえ大変だった。いや、あれ、わからへんと思うわ。いや、わからへんと思うわ。俺もね、今年初めて やったんだ、自分で。あ、コンクリートちょっとだけね、ちょっとだけやって、うん、今ここガレージなんやけど、ガレージの前、ちょっとだけやって。うんうん、めんどくさいね。大変だったでしょ。うん。めっちゃめんどくさい。だけど、あと、綺麗にするの難しいやん。あやってめっちゃ、ケジロ君めっちゃ綺麗に。スケボーできるぐらいにしてるけど、うんうん、そうでもさやっぱさもうやっぱスケボーがやりたくて家でうんなんかやっぱりスケボーってさモチベーションがやっぱ保つの難しくないですか、うん、あーそうかな、うん、その本当にまあ好きな人は多分好きなんだろうけどうん、いざおスケボー やろうって言った時にうん、パークがやっぱ遠いから、あ遠いんやそこまで行く時間もないし、うん、そんな時に、まあ、家でできたらすげえいいなと思って、うん、いつかちょっとコンクリートにしたいなと思って、うん、今年もう意を決してやっちゃったんだ。やったんだけど、でも、うん、よかったっす。あの、結果やっぱ2ヶ月近くかかったっすけど、これから先、10年と多分コンクリートだったら大丈夫 だと思うからでこれからまた R とかもコンクリートでやっていこうかなと思うんだけどあいいねそうだからあのそうですねそれは今年良かったですねやねあれ買ったもんねそうミキサー買ったあれやると全然違うもんねあれなかったら多分無理っすね手練りはもう無理っすね手練りでちょっとだけやったんだけど結構あそう変よ腰痛いよ絶対手練りはいやめんどくさかっためっちゃやばいでしょうん、うん、ひどいよなやったらもうポンプ車呼べって言うよ俺すぐそうなんですよ。ミキサー車、もし、呼べ、みんな、そう言うんすよ。ああ、だよね。あの、希望やるんだったらね。あれは、あの面積はもう、そんな手でやるやついないっつって言われたんですけど、でも、もし、手でできれば、めちゃくちゃ安いですからね。ああ、呼ぶのは違う。全然違うっすからね。あそっか。うん。でもあのやっぱキス、まあ、あの針金なんつうんだっけあのワイヤー、うんうん、ワイヤーああいう、うん、ああいうとかのやっぱこうそう、ね、片枠でさ、うん、ジョイントでやっぱ出さなきゃいけないじゃん、うんうん、あれがね片枠がめんどくさいの本当にねいやでもめっちゃちゃんとやってるなと思ってそうもうすごく考えて やって、うん、そうだからそうそれは今までのねか経験で、うん、大工のそういうのもあるし、うん、そうだからできたんだけど、やっぱ普通の人だったらやらないよね、うん、っていうか。ないね。やっぱ、ちゃんと、いや、ワイヤー出てると思って、すげえと思ったもん。そう。でもそうじゃなきゃさ、絶対ね、うん、もう繋がんないじゃんね。うん。でもあれでもやっぱもう多分冬、越してどうかなって感じだと思う。そうなんかな。死にちゃって、それで、うん、日々ぐらいだったらいいけど、その盛り上がっちゃったら嫌だなと思って。うん。なんだっけ、あれ大丈夫そうやね。15センチぐらい？いや、コンクリートですか？うん。コンクリートは10センチです。10センチか。はい。で、下採石？そうっす。ああ、そっか。そうなんですよ。だから、多分、もう多分それ以上できなかったですね。量も。だって5センチ違うだけで量もすごい変わるもんね。いやもう全然ですよ。ね。はい。なんか5センチでやりたいぐらいやもんね。気分いや本当ですよ、うん。そうか。ようやるわ自分でほんまに。そう。で、ね、俺は聞きたかったことがあんの、コニタンに。うん、何聞こう。立てコーンよ、立てコーン。食べ食われてた。今日までになんちゃらって言ってたじゃない。そうだ。立てコーンのオーリーをなんちゃらって言ってたじゃない。いや全然途中まで結構練習してて、あこれいけるわって思って余裕こいてたの。で昨日が雨だったよね。結構昨日が重要だったんやけど、で今日はあんま時間なくて、でも今日も頑張ったんだけど。ストーリーにはもうアップしたけど、インスタの。ほんま？
はい、あ、そうなの、うん、はい、飛びませんでした。あかんかった。飛べなかった。飛べませんでした。あかんかったか。あかんかった。そのね。それ自慢そうな、それ。これ。いや、それね。これ。すごいよね。すごいと思う、マジで。これ、携帯をやると、ちょっとあれなんですかね。うん、電波が悪くなっちゃうのかな。遅くなったね。遅くなる、遅くなる。多分ね、今僕も使ってるから、うん、もう遅くなると思う。待てよ。何が、何これ。ごめん、ごめん、うるさって。でも、惜しかったよね、コニタンね。なんか、動画見たけど。あの時点で線行ってたから、うん、ああ惜しい。でもね、もう今日これでこれでも暗くなったし、もうこれでね、ガッサー行ってるやん。立て込んって結構危ないんだってね、引っかかると。危ないよね。いや結構あの焦げ方、結構ねグリッとしたりするんだって。あ、そうなんや。僕あの飛べたことしかないから分からへんわ。うわうわ、すごい。先輩飛べたことあるんですか今まで。僕はもうもちろんじゃないですか。10代でも飛べてたわ。いや、本当ですか。いや、僕本当に19ぐらいの時に飛べて、うん、で、それ以来やってなかったの、本当に。それでようやったね。あの日だけじゃないっすよ、でも、頑張ったの。いや、あの日だけ。マジで、すごいな。で、うちで練習しようと思ったんだけど、うん、コンクリートで。うん、だけど、もう距離がなさすぎちゃって、できなかったの。うん、で、あの、縦コーンは練習してなかったけど、それより低いやつは飛べたから、うん、これ、あの、ほら、あの、昔ながらの超狭いスタンス。はいはい、俺そうやったよ。そんなスタンスで。そう、あれにすればいけんじゃねえかと思ったの。でもさ、今の人ってさ、うん、本当にスタンス広くって飛ぶじゃん。そうなんや。あれはだから、もう本当に、こう、叩いた時に、こう、添えて、上に引っ張るらしいんですけど。もう全然わかんない。それやったら、だって、普通に考えて、垂直飛びって、足揃えて飛ぶじゃないですか。だから、それが一番俺は力が強いなと思って、うんうんうん、スタンス狭い方が絶対多分、力は、まあ、止めるなと思うのもあるし、ただ、その、するのはすごい多いわけじゃんね。なんかその多いから高く飛べるようなイメージがあったけどね。ああ、そうなんですよ。だけど、わかるわかるわかる。もう広い人で飛べる人がもう全然わかんない、意味がわかんない。あの、米坂淳之介とか、はい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 、昔からすごいスタンス広いじゃない。いや、そうなんですよ。でも、バチーン飛ぶじゃない。あの人、スタンス全部同じで、キックフリップもヒールもやるし、ね、やばい。しかもめちゃくちゃ高い。まあね、うん、しかも多分コニタンと同い年だよ。だよね。あ、うん、そうなの？そうな、あんな顔してるけど。僕年上やと思う。ね、思うよね。まあちょっと年上な感じだよね。ね、ほんまや。そうなんや。なんかすごい。ああ、そうなんや。うん、かっこいいよね。かっこいい。YouTube 始めたよね。あ、そうそうそう。ね、最近ね。そうなんだ、うんうん。かっこいい？結構、ハウトゥーが多いよね。うん、ハウトゥー系。いや、でもあんだけ。うまいんだわ。でもやっぱ。あんだけうまいできる人に教えてもらうのはやっぱいいよね。うん、でも、いまだにやっぱすごい滑ってるみたいで。うん。うん、それがすごいよね。そうか。うん、めっちゃ首になったけど今首僕ヘルニアがあるんですよ。あ、そう。それ鳴らさん方がいいんじゃないの？はい、いや、もう凝っちゃってダメなんですよ。あ、そう。はい、首がそれだけがネックなんですけど。
あれすごいなと思ったん、これちょっと変わっていい話。全然聞いてないね、こんちくん。ごめんよ、ごめんよ。気づかん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 。今のはいいよ、大丈夫。今の一番いいやん。今のすごくいいやん。いい、もう変わって。全然思ってない。首だけに。それが、うん。いや、いいからいいから、もう変わって。それがネック。何何それがネックだ。バックフリップ。100回やったやつ、うん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 、あれマジですごいなと思った、うん、あれね、あれ絶対れ、ね、体壊れるし、ね、いや、しかもさ、もうフラットだったじゃない、うん、着地が、ね、うんうんうん、もうね、次の日とかもう1週間ダメだったね、やっぱ腰が、だよね、そうだよね、1日でやったんでしょ、そうっす、やっぱもう、そう、これ台を作って、うん、でも台はいいけどランディングがないから、いやもうこんなの台でやりたかったんだけど、うん、ほら100回やるって言った時にそんな2個とかをやってたら、うん、でリフトで回してたらもう全然出ちゃ開かないじゃないですか、まあ確かにたどり着かないんだね、そうそう、だからもう5個やって5個作って、うん、5連ってなかなかないじゃんね。ないないない、うん、そう。だからもう苦肉の策でああいう感じにしたんだけど、もう本当に体にきた、あれは。あれは全部フラット着地でしょ、5個。そうバチンって。途中なんか一つめっかた言ってやってたよね。あ、そうそうそう。うん、はい、もったいないっつって。すごいよね。いや、マジであれはできんと思うな。いや、やりたくないよね。壊れる、ほんまに。そう、だから、まあ、やらない方がいい、あれは。絶対。バックフリッパーだけど。あのね、そんなやるもんじゃない。でもあれでしょ、もうミスらんでしょ、バックフリップ、はい。もうミスらないでしょ。ああ、そうですね。バックフリップ、ね。ミスらないですね。そうね。ただやっぱバックフリップってやっぱあれじゃないですか。あの一日にやっぱりやっても1回じゃないですか。そうね。そうね。もう柔らかいところでしか。2回3回やったらもう飽きられてるじゃないですか。うん、だからまああの100回やっちゃったもんな。だけどまあね、ゼロか100かみたいなもんで。やれば、ね、あの、まあ、バックリップも、まあ、一つのなんかこう、大技になるなみたいな。いやいや、すごいと思うわ、あれは。100回転だもんね。100回転だよ。縦100回転だもん。縦100回転ですよ。だってミスったのも入れたら120、30回転やる。そうそうそう。結局、アタックは。えぐいわ。まあ、撮影じゃなきゃ絶対やんないですからね。やんないよ。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。えぐいことやってる。あと、ほら、寝ずにさ、何本滑れるかっていうのはやったじゃん。24時間とか。24時間。うん、24時間やってる。あと、まあ、なんか、営業時間内にリフトを何本滑れるかみたいなのやったんですけど、うん、あの時もやっぱ辛かったですね。ね。もう大寒波で、ああそうだ、多分晴れてれば全然問題ないんですよ、うん、大寒波でしかも吹雪いてて、うん、もうその時ってもうリフトなんてもう本当に嫌だ、絶対嫌だ、絶対嫌だ、本当にしかもロイヤルヒルって多分ヨッシーさんわかる、ダメだね、ダメだね、風がすごいじゃないですか、あそこあの氷のスキー場だから、いやもう本当に寒いんですよ、うん、マイナス20度当たり前みたいな、そうだね、だからそのあれもきつかったな、あれはえぐいなと、結構えぐいのあるんだよやっぱ、いや24時間はやっぱ結構辛いんですよ、いや辛いっしょ、だって何もしなくても起きてるだけでも辛いもんだから、でしょ、うん、そうなんですよ、えぐいわ、だから面白いんだけどね。うん。だから見ててめっちゃ面白いんだけど。でも俺あの、いつもさ、新しいルアー作ってさ、はい、発売するときにさ、二、はいはい、人で行くやん。あ、はい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 。あれが好き。そうなんですよ。
まあ、あれ、釣りの動画というより、もう喋りの動画ですからね、ほぼ。釣れてない。釣れてないやろ釣れてないやろそうそう。でも、やっぱり、僕の動画の、やっぱこう、大事にしてるのって、その人の面白さをやっぱ出したいんですよ。うん。だから、その一緒にやってる、その相方もやっぱ面白いやつなんで、面白い。だからそれのやっぱ喋りとかをやっぱ重視して、ただめちゃくちゃ時間取ってるんですよあれ。朝から夕方とかするそう。だからもうフッテージっていうかその材料めちゃくちゃ長いから、うん、編集がめちゃくちゃ辛いんですよあれ。それをだって10分15分20分にするんだもんね。そうなんですよ。だって釣れなくて次の日とか別の機会にとかってあるもんね。そうなんです。だからもう、そしたらまたその何時間も撮んなきゃいけない。だから釣りの動画って、俺本当に大変だなと思いますね。そうよね。よく YouTuber とかでいるでしょ、釣りって、うんうん。あれは大変だなって。だってさ、スノーボードだったら、メイクできなかったら自分のせいじゃん。ああだけど釣りに関しては自分がいくらうまくやっても魚だから自然だからもう思うようにいかないわけよ撮影だから大変ですよねあれ基本的にそうだから俺もよし君ももう動画には絶対もうしたくないなと思うもん釣りは見てて面白いけどねそうなんですけど、めっちゃ面白いけどね。やってもやっぱ1回ですね。年に1回、2回の方がいいですね。だからヘラブナはやっぱりそう考えたら釣れるんで。いや、もうヘラブナがっていうか、もうジェシー君が面白いじゃない。そうですね。バキュームヘラシが面白いから。はいはいね、ジェシーは、俺、本当にスノーボード協会で、本当に、うわっ。面白いやつだなって思ったのやっぱジェシーぐらいで、なんかこう喋りとかが面白いなと思ったんですね。面白い。一緒にタバコ吸ってるだけで面白いんだよね。なんで喫煙所が面白いんだよね。なんそんな人いないじゃない。ね、そうですね。ねえ、すごいなと思って。一般人じゃないもんね、なんか。芸人って、芸能人ってあんな感じなんかな。あんな感じなんだね。なんかこう、コントロールされてる感じがするよ、すごく。何それ。あ、浮きだ。浮きも作ってるんですよ。わ、マジで浮きなんか作れんの？すごい。浮きなんか作れんの、それ。で、やっぱ変なのがいいんで、こういうちょっとルアーっぽく目つけたり、うん。マジで。わあ、見て。お前かわいいな、めっちゃかわいいな。ドギって書いて。ああ、すごいよね。ものづくりのこう。あれよ、ケイジロ覚えてる？僕さ、はい、シャロックランク作ってよって言ったことあるやん。あるっすね。だけど、あの時は、もう完全に俺作りたてで、そうね、俺もう全然自信がなかったんですよ。もう絶対いいの釣れる記事だと思って。いや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 、しかも俺トップでキョロキョロ大丈夫なんですかね。やっぱクランクだから沈まなきゃいけないのかなとか。ああ、そっか。と思ったんですけど、僕トップしか分かんないし。あの波紋を立てながらね、こうスーパーシャロークランクこう。多分ヨッシーさんはでも相当でもヨッシーさんも好きですからね、バスも。お、なんか出てきた。やべえ、それビッグベイトでしたっけ。はい、ロマンメイドですよ。それって沈みます？これはね、浮く。あ、う、ゆっくりだと浮きます。バーンって入れた風はゆっくり浮いてくる。でも大体使うのみんなここに重り張って。はいはいはい。ちょっと沈めたり。沈めたりするね。サスペンドってやつですね。そうね。あとこれも。ライクベイツ。
これもロマンメイド。すごいよ。え、ポニーさんはやんないの全然。全然やらない。全然やんないのは釣りマジでダメなんよね。ほんま、ちょっと釣りの話してて、俺ちょっとポニーっていい、うん、釣りの話ないし。俺もね、ここ5年だからね、5年ぐらいだから、ね、釣り。それまで、一切釣り興味なかったの。うん、で、アンディ先輩とかすげえ釣り好きじゃん。うんうん、で、アンディ先輩とかめちゃくちゃ釣りの話して、うん、うわ、つまんねえとか思ってたの、いつも。うん、釣りの話さ、釣り好きがするとさ、うんうん、終わんないじゃん。終わんないよね。すごい盛り上がるやんね。そう。で、ずーっと話してるじゃん。うん、うわ、つまんねえって、もう釣りに興味なかったらさ、全く本当につまんない話じゃん。うんうん、だけど、釣りにはまって、うん、自分もそうなった。なんでハマったの？何にきっかけ？あのね、うん、一緒に、まあスケートショップやってる、そのオグって、釣りも一緒にやってる。うん、そうそうそう。あれが、もともとその、釣りをやってて、うん、ブラックバスもね。で、で、特殊な釣りをしてるのよ。ブラックバスで。うん、俺が作ってるようなトップウォーターっていう、うん、もう本当に、水の上に浮くだけのルアーしか使わないんだけど、うん、普通はほらワームってわかる？うん、わかるわかる。ワームとか、やったことあるから、うん、そうとか、あとなんかこう沈ませてやるやつをやるんだけど、うん、もう本当にトップウォーターしかやんないし、うんうん、あとはその道具もこういう、うん、こういうね、うん、ダイレクトリールって言って両軸ね、うん、言ってみると、うん、あのさ、スノーボードの話してるより釣りの話してる時の方が生き生きしてるよ。こうやってほら、キャストするとこう、要はピストみたいなもん。あ、はい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 、よく見るやつじゃない。はい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 、そうそうそう、だからこうキャストするとこれがブル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 って、うん、あるはい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 、はい、これがまたね、はいはいはい、面白いんですよ。ああ、これで俺のパスはやるんだけど。なるほど、そうなんだ。それ使ってる人見たことない。そう、これはね、昔のもうアメリカとかはもう昔はこれだったんだけど、ダイレクトリールって言って、うんうん、あんま遠くまで飛ばなかったりするんだ、それだと。でもね、そうでもないんですよ、うん、へえ。やっぱルアーがある程度重いとやっぱ全然飛ぶんだけどさ。ああ、そっかそっか。で、なんかいいね。なんかそれちょっと今感触良かったよ。そう。で、今のプレゼン、今まで散々俺が言ってきてるのに。で、いやいやいや、何これ。ダイレクトリール。うん。俺がさ、もうだからさっきの言ったね。マジか。もうこういうわけわかんない。これはビッグバドっていう有名なヘドンのやつが、ルアーがあるんだけど、うん、これ俺作ったやつで、うん、すごいね。ビッグバドじゃなくて、ビッグマラっていう。うん、突き進んでいる、ね。色してるね、うん、こういうのでも釣れちゃうのよ。マジで。そう、だから面白いなと思って、で、興味が湧いた。あ、ルアー作ってみたいと思って、それで釣りに興味が。あ、作るも一緒だったんや。そうそうそう。作ったんで。ルアー作るのがから興味が湧いちゃったのよ。ああ。そう。で、作るために小屋を建てて、ルアー小屋を。なんか地味にさ、ペラを作ってる動画とかあったやん。そうですね。まあ、こうやってね、じーっと見るの好き。ああいう動画をね、こう全然テンション低いのよ、慶次郎の。でも、こう、これ、こうやって、こうやって、はい、こうやってっていう動画をこうじーっと見てるの、僕。いやー、もう、あの時がすごい幸せなんですよ。ね。うん、僕も聞いてたってやったの。
ステンレスを使うんですけど、うん、そのステンレスでもバネ材っていうのがあって、うん、バネ材の方が硬くて、あのペラにはいいんですよ。うん、その代わりあの加工がしづらいの、うん、切るやっぱ硬いから切るのも大変だ。そう、削ったりするのが、うん、でもそれをやっぱりどうやってこう加工しようかって考えながら、なるほどね、やるのも面白いし。ケジロちょっといい？はい、ほら見て、釣りの話はもういいって言われる。まあね、やっぱ女の子にはやっぱこれ辛いだろうな。ダメだね。女の子辛いだろうな。ごめん、もう30分ぐらい釣りの話してるよ、多分。あ、中島さんどうも。中島さんがね、そのルアー買いますよ。ケジロのルアー。あ、買います。いやー、やっぱりね、僕のルアーはやっぱあれなんですよ。うん、もうやっぱ一点物というか自分のためだけに作ってるんで、うん、毎年でもやっぱあれでも売ってるでしょ。そうなんです、コラボで出してもらってて、ね、今年はこれだったんですけど、うん、こうだったら買えますね。去年はこれです。これほらこれじゃん。あ、そうそうそうなんですよ。で去年はこれです。これはこの DP っていうトップウォーターっていうね、ののあのもう老舗のあのまあメーカーなんだけど、こことコラボをさせてもらってるんですよ。ワオの。ちょっと中島君これじゃあ、こうてよ、こうてね。ほら釣り好きは止まらないって、そうなのよ。そうなんです。まあでもやっぱもう、やっぱね、釣りが好きじゃない人もいるんでね。これでもどうしようこれ。釣りがなくてもういい。最高。最高、もういい。最高。もういい、最高。これどうしたらいいんだろう、これ。どうしたらいいんだろう。だけど、釣り好きな人ってでも本当多いですよね。多いよね。多い。うん、多い。スノーボードより全然多いですよね。多い。なんかこう、あの、なんやろな、釣りの SBJ じゃなくて、フィッシングショー？あれ？釣りの展示会？フィッシングショーね。フィッシングショー。うん、あれ、すごいじゃないですか、人が。えぐいね。いつか行ってみたいなと思うんだけど、僕も。毎年冬なんですよ。そうなのよ。だから行けない。毎年1月だよ、確か。ですよね。で、行けないんですよ。行くときは一緒に行こう。そうですね。いや、行けるとき来るのかな。行くときは行きたい。いや、行きたいですけどね。ね、小西君もよ。小西さんも。え、行かない、行かないです。1月。行かない。村田はじめさん知ってる？小西さん。え？村田はじめさん。知らない。フィッシュ！フィッシュ、ガッチ、でかい、ガッチ、カモンベイビーチ、ガッチ、カモンベイビーだ。カモンベイビーだ。やったー！ Thank you！ 今のは村田はじめさん。今のフロリダで10ポンドのバスを釣ったとき。うわーうわーそうだね。じゃあ、これは誰？これ誰？はい、会いに行きましょう。これ誰だと思う？あ、臭いですわ。ゴンザレスですわ。わかんないです。あれも。あ、ダメだった。ダメだった。ダメだった。ガシャンってなった。わからへんの。誰ですか？わかんないですよ。菊本。知らんし。言っても僕やっぱ浅いんでまだ。5年だってよ、だって。そうそう、いやでもそれであんだけ作れるのもすごくない？すごいよね。物作りなんですよ、僕。じゃあさ、ケジロさ、はい、ビンディングとか作れるやん。絶対無理っすよ。いっぱい作ってるやん、今まで。そんなの、ね、あの博士のんじゃなドクター。ああ、なるほど。そういうのですね。うん、違う。本気のやつ。本気のやつ。
本気のバイキング。本気でできるっすか？できないかな。もうだから 3D プリントとかじゃなきゃ無理じゃないですか。あ、3D プリンターでもいいやん。その形がさ。形とかね、その素材とかも、だからあの形とか。ドクタードギーとかもよくやるっすけど、うん、でやっぱまあ現実的ではないからね。一回コニタン言ってたよね。一回コニタン、うん、その飲みん時にさ、うん、ダブルエッジみたいなの言ってたじゃん。ああ、覚えてる？言ってたね、言ったかも。うん、そうだから俺あれもいいんじゃないかなと思ったけど。うん、撮影でやるんだったらちょっと地味かなと思って、ね。確かにね。確かにね。2本ずつあるだけなんでしょ？段差にエッジがこうなってて、あ、こうやってやると、要はスキーの原理で、ダブルエッジになって、エッジが噛むっていう。うんうん、だから、まあ、それは本当に結構その理にかなってるなと思ったけど、見た目で言ったら地味だし。地味だね。わかんないよね。伝わんないよね。いや、それでもめっちゃ面白くない？ソールがあってさ。そうっす。だから。ちょっとコンテナで刺しといてさ。そこに日本エッジがあったら。そうっすよね。ね。段差でエッジがあるってことだよね。うん、これありえへんぐらい行くときあるんじゃ、一緒に。やったことないからさ。いや、でもめっちゃ興味ある、それ。だけど僕、あれなんですよ、うん、ボードを未だに全ダリしてるんですよ、うん、全部ダリ、全部ダリ、そうなの、アタックきっかけに、はい、そのストリートをきっかけに、あ、そうなんですよ、あ、そうなんだ、もう、なんであんな硬いとこがホームやのに、そう、だからアイスバーンだともう本当にダメなんだけど、それ以外だったら多分まああんま問題ないから、そう、まあね、結構俺がやることってなんかほらなんかボックス作ったりしてて、で結構あの木だから引っかかっちゃうでしょ、だからまあエッジなくてもいいなぐらいな感じで、やっぱファイルでもうやっぱ新しい板全部やっちゃうんですからね。うん、あ、そう。そうなんです。僕もったいねえ。コニタンは、ダリング、ノーズとテールぐらい、ノーズとテールの、ちょっと、そう、あの、そうそう、センチとか、うん、普通、ヨシーさんっていうか。僕も今は、ここと、ここだったかな。まあ、大体そうですよね。うん。うん、多分、違っても引っかかんないと思うんですけど、いやでも怖いよ、ああいうんやるんだったら、だよね、だからそうそう、うん、小西さんさ、うん、去年その前か、うん、なんだっけ、スコルフ、スコルフ、スコルフ来てくれたじゃん、その時にほらこういうの3つ並べたやつとかやってくれてさ、すげえ嬉しかったもん。本当そう。いやいや、面白かった、めっちゃ。あ、ね、ああいうこと体験できんから。ねえ。そう、でももうあんなことばっかり俺はやってるからさ。もう昔から一貫してるもんね、それがね。そうそうそう。ずっとやってるんだもん。すごいよ。そう、見たことない、見たことない人はいないと思うけど、いや、まあでもそうそうそう、コニタンはね昔はやっぱああいうことやってたけど、うん、ほら今はあんまりそういうのを、うん、自分なんてあんま入んないでしょ今、自分はうん、なんか頑張って入ろうって思ってるけどね、あのさ、うん、吉さんもそうだと思うんですけど、うん、自分って、うん、入らなくなると、そうそう、本当できなくなるっすよね。ね、本当そうなの、本当そうだから。いや、エッジがあるんだもん。だけど、本当自分ってやったらすぐ上手くなると思うのよ。うん、あ、僕あれなの、エッジがなかったら大丈夫。
ああ、そうなんですか。もうエッジをあのケジロみたいにダリングしてたら全然大丈夫。はいはい、ああ。でもエッジがちょっとでも立ってる板で。はいはい。まあ引っかかったら嫌だな。もう苦い経験引っかかった時に食らうじゃないですか。食らう。食らった時に、本当に今って、超長引くんですよね。治るまで。そうよね。そうね。そうね。そうよ。あれが嫌で。だってずーっとかさぶただったんだけど。もうええんちゃうのって思う。もうね、本当に、なんていうんですか、もう腰が痛かったり、打ったとこが治んなかったりっていうのが、ちょっと奥手になっちゃってる原因にもなってる。じゃあ自分が、そうなんや。普通のパークではあんまり入らんのや。一応入るんだけど、でも、なんか昔より攻めなくはなってきた。まあね、まあね、まあね。うん、わかるわ。ちょっと禁句でボードスライドしたくないもんな。やっぱ。いや、怖いわ。フィフティーやもんな。昔は禁句ばっかり言ってたやん。でも、いや、でもさ、多分、本気にやろうと思えば、また多分、ちょっと練習すればできるんですよ、自分って。多分ね。うん、できると思う。そうなんですよ。全部そいだらね。そうなんです。そうなんです。それはもう大事だよ。そういう板のってね。そうなんだけど、まあ、いい年だし。でもね、今やりたいことあるの。うん、去年、安藤源氏と話してて、安藤源氏と僕とで、北海道さ、北広島に練習レールってあったの知ってる？練習レールですか？ 5 メートルぐらいの、すごいイージーなレールがあったのね。白いやつが。白だったか緑だったかなんか忘れたけど。違うか。北海道ですか？そう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 。へえー。で、そこで安藤健二と僕とで懐かしみながらレールやろうよっていうのを言ってたの。はい、うん。できへんかったから、はい。ちょっと今度みんなで行こうよ。北海道？北海道。レールしに。レールね、そうだね。したい技だから。春でもええし。あれなんかコニタン、あれだよね。なんか俺、去年だか、どこだっけ、アイヌのとこ、コニタ行ったっつってなかったっけ。あ、行ってた、アカンコ。どこだっけ、アカンコ、アカンコ。うん、うん。アカンコ。で、俺、去年行ったんですよ。行ってたよね。アカンコ。うん、うん。で、その前にコニタンと会ったんでね。その前にあれであったっけ。あれ、雪崩で講習で。あー、そうだ。どこだっけ、なだれ講習。あれの、バンブー。あ、バンテーだ。あ、そうだ、そうだ。うん、うん。で、俺、一発目に、あかんこ行くんだよって言ったら、コニタ行ってたんだよね、なんか仕事かなんかで。うんうん、そう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 。うで、めっちゃいいとこだからって言って、うん、で、行って、で、阿寒湖の、その、アイヌ村みたいなところで、撮影させてくれて、多分、あれって多分、本当にできないらしいの。ああいう撮影は。だから、本当、それ特別にやらせてくれて、すごいよね。なんか、いい。かっこいいんだよ、あれ、めっちゃくちゃ。あそこね。ね。雰囲気があって。昔の。フクロウがいるよね。袋、そう、でっかい袋がね。あれが残ってるの？文化。そうなんですよ。昔。資料館みたいなのがあって。あはははは。うん。すごい、ね、かっこいいんですよ。でっかい木彫りの袋が、何か所見守ってるみたいな。うんうん、とか、羽広げてるやつもあって、超かっこいいんですよ。マジ？うん。遠そうやね、でもあかんこって。その遠いっすね。しかも、あんまり、冬とかは雪が降らないらしいんですよ。うん、ねえ、ケジロ行ってた時雪なかったもんね。そうです。まあ、去年はまあ、結構特別に、どこも、そうなんですか。だけど、まあ、やっぱなくて、だけど、それなりにいい撮影はできて、よかったっすね。ああいう撮影のタグで、こう何が何でも撮るっていうのすごいね。いやー、やっぱり、
経費もかかってますからね。すごいよね。しかも、あれですからね。行ったのがブッチと地蔵ですからね。もう、本当に。すごいよね。面倒も見なあかんし、みたいな感じで。わかんないけど。だって、ブッチはスノーボードできないですから。いますけども、ね。だよね。そうなんですよね。地蔵は、あの、写真撮れるの？地蔵は一応写真は撮るけど、うん、それはそれでまた、そうだそうだそうだ、トラブルもあって、あれもまあ、やっぱり、何かしらやっぱやってくれるんですよ、地蔵は。そうか。もうあれだよね。ケジロお父さんみたいな。いい思い出ですけどね。あ、やっぱり、地蔵はそういうこと。がなかったらやっぱ地蔵じゃないと思うんで。そう。だからほら、一緒に行ってる。含めてね。何日も一緒に行ってるわけやん。そうですね。喧嘩したりしないの？喧嘩、アメリカに一緒に行った時はあったっすね。あ、そう、まあ、ふざけんなよ、みたいな。まあそこまではないですけど、うん、まあやっぱ、まあ言い合ったみたいのはやっぱあるっすね。そうか。地蔵は見えて、やっぱ結構、まあ自分を持ってるんで、やっぱ。そうね。これね、地蔵ラップね。地蔵ラップ。いやいや、だけど地蔵ラップ、本当すごいですよ。もう普通にこう、はいって言って、言えないじゃないですか、ラップ。言えないよね。それをあいつやるんですよ。何が何でも。それがやっぱりよいよいって、そうね、よいよい言いながら考えてるのかな。うん、うん、そうでしょうね。言えないよね。うん。あの特殊だ。自動は特殊だ本当にな。ヨッシー、あれあかん子たちだな。ああ、ギャグですね。ギャグですよ。観光。あ、ねえ、うん。そうそうそう。はい。ほら。面白い。はい。誰も突っ込まないよ。ヨッシーさんって何歳からスノーボード始めたんですか？僕は15。え？早くないですか？早い方かな、当時はね。だってその時代って、まだスキー場そんなにあれですよね。あ、全然スキーヤーに雪かけられてた時代だよ。そうですよね。なんか、つぼ足作るな、つぼ足とか言われて。ロイヤルヒルでもそうだよ。なんか、ライセンスがなかったらとか。そう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 。いう時代ですよね。うん。コニタンは？俺はね、17とか。なまだ高校。そう、高1の時に初めてして、でも徳島やったから、年3回とかそんなしか滑れんくて、で高校卒業してから本格的に始めたのは。ケジローは？僕も高校卒業してからですね。スケボーやってたの？高校の3年生の時にやりたくて、うん、ドムドムバーガーでバイトして。うわー、いいね。ドムドムバーガーって知ってる？今あるの？知ってる。ジャスコとかにあったよね。うん、それは日本初らしいですよ。ハンバーガー店。ああ、そうなんだ。あ、ドムドムバーガーかだ。そう。ゾウじゃん。ドムドムバーガーでバイトして、スノーボード一式買おうと思ったんだけど、うん、当時めちゃくちゃやっぱ高かったじゃないですか。高かったよね。そう。だから、全然やっぱ買えなくて、うん、それでスケートボードを買った、紫スポーツで。ああ、そうなんだ。でスケートボードをそこから始めて、あ、でもその時に当時付き合ってた彼女に、あ、夢は何って聞かれて、うん、でスノーボードやったことないのに、あのプロスノーボーダーになるのは夢って言って、でそれから本当に卒業してからプロ、うん、まあ、そのプロショップパロット山本さんのところに行って、うん、はい、そしたらなんかやっぱトントン拍子で、うん、やっぱこう、うん、プロになるためにはみたいな
そこにやっぱり結構、牛山本木さんとか、わかります本木さん。牛山本木さんとか。ああ、有名だよね、うん。その当時はもう、ゴリゴリのやっぱプロの人で、ね、とか、あと、溝口太一さんっていう人も、プロの人がやっぱ来てて、その人たちに、なんか、プロになるんだ、プロを目指すだけじゃダメだっつって、おプロを目指すんじゃなくて、おプロにトップ、プロのトップになるのを目指さなきゃダメだって言われて、おそう。すごいね、んそんな早い時期に。ね、そう、まだな、もう全然できない、そのときに、そんなこと言われて、だけど、もうやっぱ意識はそれで、なんかこう変わって、すごいな。で、1年目からハイカスケード行って、ああ、マジや。1年目から行ったんだ。日産工場に、機関従業員で入って、神奈川の、うん、オッパマ工場で、6ヶ月間、もうロボットのように働いて、やばいんだよ、あの日産のその工場とかって。もう LINE でこう流れてくるわけですよ。ゆっくり。車が。で、自分の範囲っていうのが決まってて、そこで、こう、ハーネスとか、ビスとか、こう、ナットを持って、で、こう、はい、入っていくんだけど、流れてくるのをずっとこうやって、で、その、自分のとこでやんなきゃいけないんだけど、それが、やっぱ間に合わないと、指導員を呼ぶ、こう、紐があって、それをじーって鳴らして、助けに来てもらうみたいな感じで、それが、1日に200台とか、わあって、すげえ、ね。頭ぶつけても、その頭を抑えられないぐらい、こう腕を動かさないと間に合わなくて。あ、そうなの。早い。目が入っても、こう片目でやらなきゃいけなかったりとか。マジで、そんなスピードだから、これね、その6ヶ月で9キロ痩せた。えぐー。でもそのスピードでやんなきゃ絶対間に合わないスピードで流れてるんでしょ。しかもね、しかもね、自分がどんどんできていくと、増やされちゃうの、作業を。余裕持てないんだ。そうなんですよ。だから、頭がいいやつは、サボるんですよ。ゆっくり。そう。だけど、俺はもうやっぱ褒められちゃうと、やっぱりやっちゃうから、どんどん増やされちゃって、もう大変で、でも6ヶ月もね、初めて俺カレンダーに一日一日やっぱ、こう、印つけたもん。もう刑務所の囚人みたいにさ、こうやってね、こう、七本みたいにやるみたいに。でも、本当にスノーボードのことしか考えなかった、その時は。超イメトレして、もうアメリカに行くんだ、つって。そうで冬のこもるお金とアメリカのお金をそこで貯めたでアメリカ行ってもう絶対プロになるって思ってすごいねなったんですねそうなんですよで、まあ、その当時ハーフパイプぐらいしかプロになれなかったじゃないですかプロ資格が、でそうですね。で、家ではもう25までにプロになんなかったらやめろって言われてたんで。だけど、始めて3年ぐらいではやっぱプロ資格取れて。早い。そうなんですよ。だから、そう、それまではがむしゃらにもうハーフパイプしかやんなくて。で、そう。とりあえず目標であった、その、ハーフパイプのランキング1位にはなれたの。そうだ。おお、そう。そうなんだ。うん。すごいじゃん。小西の上なんじゃないの上っすよ、上っすよ。安定感半端なかったっすよ。そう。だけどね、もうそう。安定感だけなの、俺なんてもう。これは、プロランキング？プロランキングです。
ホームランキング賞。すごいね。何それ。俺全日本で。それはもう完全にやっぱ目標だったんで。そうなんですよ。それが達成できたっていうのが嬉しくて。でも、そっから、自分がもうこれからどうすればいいかなって時に、JT さんに、その、なんですか、その、ストリートとか連れてってもらって、まあ、これからはやっぱその、まあ、ハーフパイプはもう、一応、こう、目標達成できたからっつって、まあ、ジャンプとか、レールをやり始めて、そっちにもやっぱ結構、頑張った感じですね。あれは、忍者スタイルになったのは？それはね、知ってるかね、アメリカで、ハイカスケードのスタッフをやらせてもらってたんですよ。へぇ。ディガーを やらせてもらってたんですよ。うん、うん、6年間。うん、あ、そんなに？そうなんですよ。その時に、やっぱりあっちって、すごい日光が強いんですよ。そうね。だから顔がすぐ焼けちゃって、顔がすぐ焼いちゃうんで、うん、タオルをここに巻いてたんですよね。うん、うん、で、その時に黒いタオルを巻いて、うん、そしたらやっぱアメリカのディガーたちに忍者忍者って言われて、うん、あ、これ忍者さえいけんなと思ってそうなんだ。さらに忍者で、そう、フルフェイスは、その当時あんまりいなかったんだけど、いなかったよね。それを突き通したんですよ。そうだよね、もう素顔見せない的な感じだったもんね。あの当時なんでそんなに素顔見せなかったのかなと思うんだけど、真っ黒ってね。そうなんですよ。だからスロープスタイルの大会とかでも、もうゴーグルを固くなに取らなくて、結局俺じゃなくてもいいんじゃねえかって話。キャラクターになってたよね。でもね、あれでもいいんじゃねえか。すごいよね。いやすごいよ、うん、あれヒーローみたいだったもん、ね、今思うと。確かにそう、黒レンジャーみたいな。ウェアもすごい、そうそう、特徴的なウェア着てね。なんかこう白いのこんななってたりさ。そうなんですよ。なんか特殊部隊みたいな。そう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 、あの弾入れれるような感じだったりね。そうなんです。そういうのやったりして。あったし、そうだったね。そうですね、忍者だった。そうです。で、あれですね、レッドアイズフィルムで結構やらせてもらってて、うん、で、僕のその目標が、レッドアイズフィルムでフルパートを取るので、取るっていうのがやっぱりその当時のやっぱもう目標。うん、大体みんなそうだってね、やっぱこうレーベルで、やっぱ自分のパートを取るっていうのが目標で、で、シーズン中なんてもう要はその撮影だよね。結局、その、アートを撮るって言ったらやっぱ2分3分必要じゃないですか。で、2分3分って言ったらね、普通にその、ストリートやったってさ、もう何個もなかったら無理なわけだから。あれ、ワンカット5秒とかだもんね。ですね。だから、もうその当時は本当にストリートとか、ジャンプとかもしたけど、もうだからストリートとかはもう全然怖いと思わなかったですからね、あの時は。ああ、ね、俺もそうだったな。今はもう絶対やりたくないと思うけど、ね。でも、ボックス、スキー場のボックスやるぐらいならストリートやりたいと思う。あ、そうなんですか？ボックス怖い。もうなんかうん、ペターンって乗るでしょ。うん。どうしていいかわからんくなるの、こうやって。へ、なるの。だったらちょっと斜めの階段のレールの方が楽。楽か、楽。ほんと楽。昔からそうだったな。へ、これ、何、ボギーさんってハイカディガーの時にバートンのオレンジつなぎ着てた。よくご存知で。
あのジェイソン・ブラウンが着てたやつですね。あれで、そうなんですよ。で、ジェイソン・ブラウンが来て、その時に、はい、で、一緒に写真撮ったっすから。あ、そう。かっこいいんだね。これじゃあ、シンシンさんはおっさんってことですね。よくご存知ですね。そうね。うん、ね。これ、マミさんってこれ、ボスすげえんだなって知ってる人なんじゃないの？すかね。ポスって書いてますね。あ、ポス、ポス。あ、本当だ、ポスか。よくわからん。忍者スタイル。ほら、ゼン。ゼン、あ、ゼンは知ってるんだ。あー、そっか。上の名前そんなんだっけ。ね。そうですね。あとね。どこで作ってたのあれ。あれは、仲間が、その、うん、今も、そのアパレルをやってんだけど、そう、ヒュージ。ヒュージの竹っていうのが、やっぱ一緒にやってくれて。竹、ハイカ行ってたもんね。そうそうっす。太蔵君とこ見たんじゃない？あ、そうですね。松は？お、え？松はいなかったその時。松って誰ですか？松山智和って高山の子。あ、えっ、ー、とアーティストの。アーティスト。松ちゃんの。ま、松ちゃんですか？松山。え、今ニューヨークで頑張ってる松くんですか？その時は、ハイカーは俺知らないですけど、え、ハイツですか？ん？ハイツで俺多分あったですね、松くんには。あ、そっかそっか、ハイツも来てたもんね。何でしたっけ？岐阜の、こみかみチョッパーズでしたっけ？そうそう。だったんですよね、あの、松くんも。そう。懐かしいね。コミカミチョッパーズ。そうそう。でも今なんてすごいじゃないですか。ニューヨークのあれで。まあ、えらいこっちゃ。えらいこっちゃってあれ。えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。気軽に話しかけられへんよ。いやー、まあ、ね。面白いよね、でもね。そう。そういや、もう2時間やってますわ。うわ。あっという間ですね。あっちゅう間、びっくり。なんか皆さんごめんなさいね。ちょっとこうなかなかコメント見れなくて、ね、楽しいでね、めっちゃ喋っちゃった。でもね、ワイフィーさん来てたから今日も。中澤ワイフィーさん。はい、中澤ワイフィーさん来てたからね。あもね、なんかコメントしてくれてた人と前スケートパークで会ったんすよね。あ、そうなんだ。長友さん。直子も来て、直子もいるんでしょ？直子もいたんでしょ？まだ見てるかね。直子見てんの？あ、直子どこや？わからへんわ。ごめんな、直子。いやー、懐かしい話をできましたね。あ、コップンから。ねえ。ポップン？コップン？ん？何？あ、いるよ、近くに、コップン。あ、いる？いるよ、信濃町に。もぎ。結構皆さん、見えてる？コメントくれてますね。いや。まあ、でも本当に、あれですよ。ん？そのレッドアイから、まあ、一区切りして、うん、まあ、ワオに、ワオというか、自分で DVD を出そうと思ったんですよ。うんうん、それがビアードってやつなんですけど。ああ、はいはいはい、はい。そうだね。もう本当に誰もやったことないような DVD 作ってやると思って。で、コメディとスノーボードの半々で やったら、うん、まあ、見事にやっぱあんま受けなくて。あれかな、あの、難しかったんかな。ちょっと早すぎちゃったのかもしれない。ね、全員ね、ただ、外国人とか、うん、ライダー人にはやっぱ結構好評で、うんうん。そうですね。だから今出したらもしかしたら売れるかもしれないですね、結構。ね、YouTube とか。当時にしては結構新しいこともやってたんですよ。だから。いや、見たいな、また改めてね。なんか、ビアードジャパン。俺もやから。あの、これは、あの、当時もあったんですけど、この雪でこう、この、そうだよね、見たことあるの？あれって、
あの、まあ、この、なんていうのあれ、うん、なんていうかね、うん、ループ。ループ、うん、あれはもう本当に今まで経験して したことない動きだから、全く分かんないよ。なんかこう、バックフリップとも違うし。バックフリップの感じだ。ああ、違うんかよ。でも違うよね。踏んでいかないといけないのもね。全部だから板がついてるんですよ。だよね、うん、G 感じてる感じやね。そう。だからエッジもかけれないし、エッジをかけちゃうと変な方向行っちゃうから。だよね。フラットで。そう、だからね、あれはね、すごく怖かった。そうや、その、これぐらいの時にさ、スケボーでやってて。はい、そうですね。どえらいこけ方してる。いや、いたっすよね。いたよね。あの、トニーホークが、ね、やってたりなんかしてて、一人めちゃくちゃ変なこけ方してましたよね。亡くなったかなんかなったんじゃないですかね。なんかえらいことになったよね。えらいことになった。その後にやったんだもんね。そうそう。ボブ・バーン決勝とかね。やってた。ね、うん、うん。だから、まあでもそういうのを経て、でももうその当時はもう DVD がもう本当に下火になっちゃってきてて。前までやっぱ DVD ってすごい売れてたじゃないですか。うん。だけど、レッドアイとかもね。うん、そうそうそう、ね。本当にどん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  DVD が売れない時代になってきて、うん、で、ああ、これはもう早いうちからインターネットだなと思って、うん、で、YouTube で配信しようと思ったんですよ。すごい、なるほど。早い。前回の。で、YouTube、その時は、まだもう YouTuber っていうのがなかったですからね。ね。ああ。そうなんですよ。そうよね。それが10年ぐらい前、もっと前 ?12 年、3年ぐらい前ですね。あ、そうか。そうなんですよ。そうよね。だから、なんでこんなことやってんのっていう思ってる人いたよ。そうですよね。俺もそう思ってた、当時。そうなんですよ。だから、でも、なんとか、うん、それで、お金に変えていかなきゃいけないじゃないですか。うんうん、でも、その方法をずっと模索はしてたっすね。うん、で、メーカーに協賛はもちろんしてもらってたんですけど、うん、で、そのためには、まあ見られてなきゃいけないっていうのが あったんで、うん、どうやって見られればいいかなっていうのをずっと考えてて、うん、やっぱり人と違うことをしなきゃいけないなっていうのも考えて、まあやっぱ僕ができるのはもう笑いだなと思って、笑いを一緒に結合したのをやり続けてたら、うん、まあ結構見られるようになって。こう、ものすごいでもロジカルよね、ケジローの場合ね。笑いも。ロジカルってどういう意味ですか？笑いもすごい、こう、作ってない？行き当たりばったりじゃないでしょ？そうす、僕はやっぱりあまりこう何ていうんですかね、そういうの何て言いましたっけ、何ライブじゃん、まあライブでっていうのではなく、やっぱりこう構成をちゃんと考えてやりたいタイプなんで、うん、これがすごいね、できるっていうのは。そうなんですよ。だけどやっぱりずっと悩んでたっすね。やっぱスノーボーダーの、まあ、コニタンもヨッシーさんもそうだと思うんですけど、まあ、今の若い子たちもそうだと思うけど、うん、プロスノーボーダーってもう絶対この先どうしようっていうのは考えるじゃないですか。うん、そうだね。うん、で俺ももう本当にずっとそれを考えてて、輪をやってて、どうやってこれから稼いでいこうっていうのをずっと悩んでて、う
で、もう、まあ、このままじゃ俺ダメだなと思って、そば打ち体験とか行ったっすからね。行けるかもしれないって言って。長野だしね。信州はそばだろうと思って。美味しいから。そばって結構、まあ、粉物で利益もいいやって言って。で、そば打ち体験2回行ったっすからね。2回もや。うん、いやでも、ね、まあ、教えてくれた人は、え、なんかやってますって言われたぐらい、まあ、よかった、腕は良かったと思う。いや、うまいそば打ち。これじゃねえなって。で、だけど、まあ、ワオを、やっぱその時もずっとやってて、どうやって、まあ、これからやっていけばいいのかなと思って、まあ、もちろん、その、あの、メーカーもサポートはしてくれてたんだけど、うん、ずっとこうサポートしてくれる保証っていうのはないじゃないですか。うん、もちろん。もちろん。そう、だから、まあ、ずっとやっぱ悩んでて、うん、で、だけど、ワオはずっとそれで継続してて、うん、で、そしたら、やっぱこう、5年目ぐらいになって、来たらもうやっぱ結構本当に見てますっていう人がやっぱこう増えてきてくれて、でまあゲレンデもそうだし街でも言われるようになって、その時になんかこうできないかなと思った時に、あのステッカーをこれですね、こうわおね、おい見てるぞ、ね、おい見てるぞだ、あの見てくれてるんで、うん、まあ、私は見てるぞっていうようなのもこう、うん、まあ、こう意味があるんですけど、うん、これをまあ配って、うん、ありがとうございますってこう、これを、あげてたら、これが結構広まって、うん、コメントで欲しいですとか、うん、売ってくださいっていう声がすごく多くなって、あ、それじゃあちょっとこう試しに販売しようかなって言って販売したら、もう結構驚くほど、ちょっとやらしいですね、これは。でもそこで初めて、うわ、続けててよかったと思ったんですよ。ああ、そうで、実益につながったやもんね。そうなんですよ。でこれをまあ、資金に T シャツとかも作れるようになって、そうです。だから、本当にファンの人には感謝してるし、今でも、だから、まあ、もうこれはさすがに、今はちょっと、大きいんで、あれなんですけど、こういうありがとうステッカーとかを、まあ、どんなんありがとうっていう。ありがとうね。そうなんですよ。で、そのワオのメンバーとかもやっぱも、あの、デザインしたやつを持っててくれて、で、見てますって言ったら、やっぱこう渡すようにはっていうスタイルにはなってるんですけど、でも、やっぱこう、嬉しいじゃないですか、見てますって言われたら。で、何かしてあげたいんで、まあこういうのをやってたら、やっぱそうやってなって、そう、だから本当に続けるのって、続けるのって難しいじゃないですか。難しい。一番難しいよね。一番難しいんですよ。一番難しいよ、ね。けど、やっぱ続けられたら、やっぱこうやってちゃんとこう身になってくれるんだなと思って。いや、もうそうじゃなかったら俺多分こんな年まで続けられないなと思ってたから。小西君は。はいはい。シール作ろっか。いや、今ね、いいよと思った。本当にね、いいと思う。シールとか、本当にそういうのはいいっすよ。やっぱもらって嬉しいし、ですよね、やっぱ。ね、宣伝にもなるしね、貼ってくれたらね。で、ちゃんとやっぱもう、僕のは、ちゃんとこう、紫外線もカットして、防水だし、まあ、もちろん、まあ、いやらしい話、経費もかかるんですけど、ここはやっぱり、でも、ここは、まあ、感謝だと思って、うん、
はい、やってますね。そうだよね。小西くん、ちょっと携帯の裏見して、小西くん、携帯の裏見して、こうやって。そうです。でも、やっぱ、ほら、このシール、これぐらいの大きさだとどうなんだろう。これ、うちのブランドのやつなのね。あ、でも全然いい。いい？全然いいですよね。あ、じゃあ、これか。え、ヨシイさんステッカーですか？お、なになに？これヨシイさんステッカーですか？うちのブランドのアンファッジの。今のヨシイさんのステッカーですか？そう、アンファッジのステッカー。はい、ウェアのね。配ってるんですか？そう、あれは配る用のブランドのステッカー。ああ、いや、いいですよね。それ絶対いいですよね。でも、オーターアウトドアも作りたいよね。な、全然見えへんね、それ。いや、まあ、あの、スポンサー黒だから見えないよ。黒に黒やから。まずいかなって思って、ちょっと。あ、そうか。マウンテンハードウェアやから、ちょっとまずいかなと思って。あ、スポンサーがね。全然わからへん。こっちなんでね。あ、なんかちょっと見える。あ、それあれだよね。ちょっと見える。あ、ちょっと見える。そうそうそう。ね、アウトドアの、うん、そう、これこのウェア着てるからは今、ね、カナダ、カナダ、カナダにあるよ、ね、アメリカ、あ、ブランドはアメリカ、あ、うん、ポートランドとか、かっこいいよ、かっこいいんだよ、マウンテンハードウェアもね、うん、そうですね、いい、海外でよく見た、うん、ね、カナダでもよく見た、うん、うん、ちょっとじゃあシール、シーズン前に作りましょう。いやいや、まあね、そうですよ。絶対そうっす。小、うん、西くんにも持ってもらって。うん。1000枚ずつぐらい持ってもらって。1000枚。いや、でも多分配ってたらすぐだと思うよ。いい、ね、あ、どんぐらい配った？わかる。うん。あのね、うん、試乗会に行くじゃない？うん。で、その時にやっぱ来てくれて、ワオのファンの人たちが。うんうん、でそれでやっぱり配るけど、うん、そうすると、うん、ね、やっぱ2日とかあったら、うん、100枚はなくなっちゃう。2日でやっぱ100枚はやっぱなくなっちゃうから、すごいね、うん、そうだから1000枚作っていいよね。1000枚作ってもシーズン中にまあギリかなっていう、ね、なくなっちゃうかもしれないよね。まあ、うん、でもそこはね、やっぱり感謝というか、うん、コミュニケーションというか、そうね。いや、オーターオートドアーズ作ろっかね、うん。やっぱあった方がいいですよね。小西の顔で作る？え？なあ。そうなんですよ。だから。おぉ、ヨシー君の顔の方がいいじゃん。いやいや。僕、これになると、だって困った眉毛になるもん。なんか、閉まらへん、閉まらへんやん。そうか。あ、スナフキンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ステッカー欲しいです。って、ありがとうございます。ステッカー作りましょう。うん、頑張って。うん。ありがとうございますよ。何お、何それは。これ今年。カメラ持って。そうなんです、僕。わお。俺の銀色、銀色に光ってない？それシール？あ、これカッティングですね。ああ、そうなんだ。絶賛発売中です。素晴らしい、素晴らしい。コーティアイ、コーティアイで。これがですね、今年のメインカメラになると思うんですけど、うん、うん、僕はやっぱり、撮影の時はやっぱり、どうしてもやっぱこういうカメラを使いたいんですよ。VX から始まりね。GoPro とかじゃなくてだ。GoPro とかではなく、うんうん、やっぱ、まあ古い人間なんで、なるべくこう、うん、いいカメラを使いたいなと思うんですけど、うんうん、まあ、あとはやっぱこういうカメラとかも好きなんですよ。機械が。そうなんだ。道具とか。でも、パソコンはダメなの？パソコンも、やっぱり、何ですか、その MacBook Pro とかは好きなんですけど、うん、パソコン自体のシステム関係にはめっぽい弱いですね。もう本当に全然ダメです。そうね。カメラな、うん。カメラ。いいね、そうですね。こう、ズームが効くのはいいよね。そうなんですよ。
GoPro はないじゃないですか、ズームが。あと、まあ、やっぱマイクとかも、GoPro のマイクとかもあるんですけど、まあ、WOW に関しては、やっぱこう、喋りがメインなんで、ほぼ。やっぱこのマイクが重要になってくるんですよ。そうやな。マイクどうしてんのあれ。こうつけてるんだっけ、みんな。なんか、いいやつで。一応ガンマイクをやってたんだけど、あさっきのやつはもう業務用だから、うんうん、すごいよね、さっきのカメラね。そう、この XLR 端子って言って、うん、このこういう業務用の、うんうん、キャノンケーブルとも言うんですけど、ここにカチッとはまる業務用のマイクがつくのよ。で、うん、そうじゃないと、ここになんかこう、ジャックみ、こういう、差し込むやつだと、うん、撮影してるとね、こう、緩んだりして、うん、音が入ってない時がたまによくあって、うん、もうね、それがストレスで、で、これにしちゃいました。うん、そっか。すごいね。やっぱそっか。だから、音大事やから一眼レフじゃない。そう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 、音もうそう音なんです。なるほどね。まあ面白くね。でもね、でもね、でもね、小西君、はいはい、あ、 GoPro、 あれ新しいやつない？ない。やば。っ買っちゃったんですよ。うわー、売ってるし。これが作ったの。これが届くんや。何それ。それでもいけるの？まっすぐ撮れるの？そうよ。え、こうやってますか？これも大丈夫だし、これも大丈夫。中身ね。それでですか？うん、これジンバルつけなくてもですか？つけないで。ええー。だから買ったの。すごい。これでママチャリも大丈夫。本当に GoPro だと、本当まあライダーとかだったらいいんですよ。うん。うん。けど一般の人とかで。うん、よく追い撮りしてるとか、追い撮りとかよくあのリフトとかで見ると、うん、本当5メーターぐらい離れちゃってる人とかいるでしょ。いやいやね。あれだとね、やっぱちょっとね。そうね、うん、良さはないよね、それじゃ。そうなんだね。GoPro とかも本当に近づいてナンバーじゃない？そうかも、そうかも。まあ、だから難しいよね、追い撮りとかになってくると。難しい。撮り手がちゃんとこう滑れたりすると、やっぱいいけど、うん。うん。そうね。だから僕らも、やっぱ、あんまりスピード落としたくないやん、撮られてるから。そうですね、そうですね。あのスピードも一つの持ち味だからさ。そうですね。うん、スピード感があるんですもんね。ね。うん、だからもう、取り合いっこするしかないよね。うん。そうですね。本当に。やっぱね。あとはなかなか難しいよね。ちょっとこれ。まあ、そうですね。楽しみだ。ドギーさん、シールありがとうって。撮影。うん、とか。ありがとうございます。さっきのね、うん、話なんですけど、何、その、あの高校の時に付き合ってた彼女に君は何って聞かれて、うん、スノボーダーになるって言ってた。あ、それが今の嫁なんですよ、実は。あ、そうなの。わ、そうなんですよ。え、超一途。あ、そう。そうなんですよ。え、付き合いっぱなしってこと？いや、それからではないね。ああ、そうなんだ。途中でやっぱりいろいろことがやってたね。途中でまあ、パスやってたんだね。そうなんですよ。そんなのがあるんですよ。運命の人だったね。かっこいいな。なんかそんな。歌みたいやんか。歌は、ちょっとラップで。でも、ラップでね。よいよ、つって。うまいね。そんな、アワビだとか言うてる場合ちゃうよ。あの時の子。でも、まあそうね。そうか。いやー、
まあでも今年は本当に雪多そうですよね。なんかみんな言ってますね。多いと思うよ。そうなの。カメムシ多いんだわ。あ、カメムシ多いよね。多い。なんかね、細いカメムシがいるの、うちに結構。細い。細長いやつ。ちょっとエヴァンゲリオンみたいな。そう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 。やつ。一番雪降るやつ知らんけど。一番雪呼ぶやつ呼ぶやつかもね。でもカマキリの巣が高いと、なんかよく雪多いって言うじゃないですか。うん、あれも当てにならないですよ。そうよね。大体、だってカメムシも当てにならないよ。カメムシもなんないですか、まあね、なんない、なんない。なんない、一番当てになるのなんやろうね。肌感とかちゃう、はい。肌感、肌感あるでしょ、なんか。あ、肌感。あ、はいはい、来るな、うん、来るなっていうやつね。でも、多分、まあ今年は本当なんか降りそうな感じですよね。ね。うん、はい、久しぶりに、まあ。去年のはもうないなっていう。ないよ、あってもらったら困るわ。ほんまに。お、もうこの11月に滑りたい。500円っていうの。これスパチャ。スパチャ？あの投げ銭。投げ銭なんてあるんですか？そうあるのよ。これ500円いただいたんですよ。あのケイジローには渡さないよ。僕と小西が。これどうやってやるんですか？YouTube でできるんですか？そうそうそう。YouTube でできんだよ。これすごいんだわ。うん、払え、めっちゃね、簡単に払えるから。びっくりした、前やってみて。これだから別に応援してもらってるの。すごい。スナウキンさん。アプリインストールするときみたいに払えるよね。別なの登録とか、クレジットカードとかしなくても。このスナウキンさんの払った時間が、うん、11時11分。ああほんまね、フィーバー、すごいいい数。フィーバー、お前、ね、うん、狙ってるよこれ。幸せの11時11分なんで。あれでしょ、これいいでしょ。いいですよ。いいだよ。そうですね。ありがとう。いつもねこうやって応援していただくの。いやー、ありがたいですね。本当にありがたい。頑張ろう。僕たちは。こういうファンの人たちに支えられてますからね。いや、もう間違いないですよ。本当に。まあそうだよね、間違いない、間違いない。いや、本当にそうなんですよ。身に染みて思うよね、小西くんね。いや、もちろんです。もちろんですよ。いやいや、本当に。僕もそのまあ、服やってますけど、うん。いや、本当にありがたいですもんね。ありがたい。本当にありがたい。だからね、もう余すことなく競馬で使うから、これ。ガクッ競馬かーい、これやりたいな、これやりたいな。そう、当たってないですね。当たってないやね、それね。当たるイメージないやん。何こと行きたいね。どこでできるのかね。長野ってな、あの地方競馬でもいいよ。ないっすよ、長野。多分ないの。ある？ギフあるよ。ギフある。競馬か。競馬は確率いいんすかね。分からへんの、分からへんの。やったことないから分からへんの。なんか、もうやっぱ、宝くじなんて本当に確率少ないらしいじゃないですか。うん、そうよね。公金事故より低いっていうもんね。当たる。だから、まあ、ロト6とか、そういうのがまだいいって言いますよね。うん、あ、そうなんだ。ロト6やっかいな、うん。でもまあやっぱ、まあ僕もやっぱこの年になって、うん、あれですね、家とか、もうなんかこう、いやまあ結構本当に夏とか、もう動画もやっちゃってるんで、うん、あんま時間がないんですよ。そうだね、撮って。やもんね、そうだからまあやっぱ本当に自分の時間って大切だなと思うし、うん、あとまあやりたいことができるというか、うん、なんかこうなんかこういやそういう時間って大切だなって思いません？思うよ。
でもなんか僕まだ始めたばっかりだけどさ、こういうの、はい、はい、自分がやりたいことをめっちゃ絡めてるかも。いや、そうですね。だから僕も、うん、あの仕事が、うん、今はあのまあこのシルクスクリーンとか、うん、まあまあ動画配信自体は別に仕事ではないんですけど、うん、あのだけどやっぱ自分のやりたいことの延長が仕事になってるんで、うん、全然苦ではないんですよ。そうですね。時間はないけど、うん、苦ではないんですよ。うん、嫌だなと思う方ないんですけど、うん、ただやっぱなんかこうのんびりする時間があんまないなと思って。欲しいよね。でも今そうじゃないの。今っていうか夏終わって、うん、ちょっと今落ち着いてる感じ。そう、夏が終わって。そうだけど、うん、そうなってくるとやっぱ今はもう冬に向けたその商品を今作んないといけないし、うん、やることはね結構あるんだよね、なんだかね、まあね、そうなんかね、そうね、あれ生活しなきゃいけないから、うん、稼がなきゃいけないじゃん、うん、そういうの一切なければ、うん、まあなんかこういいなと思うんだけど、うん、だけどまあとりあえずやっぱ稼がなきゃいけないなと思ってそのためにやっぱりまあ考えなきゃいけないなと思うんだけど、でもそのそれがやっぱり自分のやりたいことだから、うーん、でできてるっていうのはすごい幸せだなと思うね。そうね、それをさ、恵まれてるどうのこうのって言う人いるけど違うよって。いや、そうなんだ。作ってきたんだね。実はすごく大変なんですよね。そうよ。あの、いや、ヨッシーさんも、だからその、服とか、その、ウェアとかって。ヒゲ洋服だから。めちゃくちゃ大変じゃないですか。うん、ヒゲ洋服は大変。すごい大変。でも、楽しい。ですよね。うん、あの、俺も服、まあ、俺も、すげえなと思うんですけど、ヨッシーさんすげえやっぱこだわってるじゃないですか。こだわってる。俺は、うん、そんなにやっぱこだわれないというか、うん、あの服に全部を持ってきれないんですよ。なんかこう動画ありきなんで僕は、うん、動画をしないと服が売れないんで、うん、僕はもう動画自体っていうのはプロモーションだと思ってるんで、はいはいはい、そうなんですよ。だからもちろんデザインとかはこだわりますよ、うん。デザインとかプリントとかのデザインはこだわったりするけど、うん、やっぱボディをオリジナルにするとかっていうのは僕無理なんで。うんうん、だから、まあ、もちろんそのボディをサンプルを着てみてとかっていうのはもうちゃんとやりますけど。うん、はいはい。だけど、あの自分のいいものをやっぱ売るんですけど、うん、そう。で服とかって、うん、新しいものを常に出していかなきゃいけないじゃないですか。そうだね。だからトレンドとかって言うとね、トレンドもだし、なんかもうずっと同じものを出せないじゃないですか。前で言ったらまあその、うん、ワオのロゴのパーカーがすごいやっぱ売れたんですよね。うん、あれは、うん。でもそういうのってやっぱ流行りで売れるもの。確かにね。流行りってやっぱ絶対伝えられるんで。されるね。だからやっぱりそっから売れなくなって、うん、で俺その時にはやっぱり自分ではやってなかったんですよ。業者にやっぱ出したんで。うん、ああ。そう。だから、よかったんだけど、でもやっぱ業者に出すって言ったら、数を作んなきゃいけないから、うん、売れなくなってくると、在庫が余っちゃう
それ最悪やもんね。でしょ、うん、そうすると、うわ、これもうやっていけないなと思って。で、うわ、どうしよう。やめるか、自分で、じゃあ、プリントしようかっていう二択になって、で、じゃあもうちょっと自分でやろうと思って、で、始めたんですよ、一から、そのプリントを。もうそのプリント工房もすごいもんね。いや、完璧やもんね。完璧やもんね。うん。暗室になって。スプレー。あれなんですよ。やっぱりやるからには、まあ本格的にやりたいなと思って。もうあれでしょ、外からの注文も入ったりしない。版作ってって。まあ、それはもうやんないですね。あ、そうなんだ。やっぱり、絶対、安くできるじゃないですか、他のところでやれば。うん。俺が多分、そんなに安くやったら、多分、もう全然僕、落っつかないし、そんなに安くやるんだったら、やらなくていいかなと思うんですよ、ね。他でやって。そうっす。そうなんですよ。だから、やるんだったらコラボとか、そういうのですね。なるほどね、うん。やっぱでも、プリント自体もこだわりたいし、ちゃんとしたものをやっぱプリントしたいんでっていうのはあるですね。こだわってるのはものすごくわかる、見てて。ね。わかるよね。ほんま、でも工場やもんな。ちゃんとした。なんかね、でも、やっぱこの作業も好きなんですよ。だろうね。それはめっちゃ出てる。あの、むっつりでしょ。むっつりです。むっつり好きなんでしょ。僕、あれなんですよ。家にいる方が好きなんですよ。あ、そうなの。超インドアですね、僕、実は。あ、そうなんだ。全然家に入れますね。多分、こういうことしてなかったら、家で映画とか、動画とかずっと見てたいですもん。あ、そう。そっか。だけど、やっぱり、まあ、やっぱ撮影とか、そういうことをしなきゃいけないし。ね。そうね。だから、そう、今までやることが結構あるから、で、仲間もやっぱいるんで、ブッチとか。まあ、ロンドンとか、そういうやつらとやっぱ撮影してるときっていうのはやっぱ楽しいんで、まあ、そういうのは楽しいんですけど、でも一人で何にもしなくていいって言ったら、多分家で多分映画見てたりとかしたい。そうなんだね。そうなんです。インドア派。インドアハウスね。もう VR で AV だね。ななちゃんだっけ、ななちゃんだっけ、この臨場感のある音の。そんなのあるっちゃんの。高人君が言ってたよ、先週。ななちゃんチャンネルか。やべえな、あいつ。あ、はい。もうだからすんごいズク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 って言ってる。ズクズクズクだ、すごい。そんなのあるよ。いや、だけど、もう、性欲とかあんまなくな、ないっすか？なんかね、他にしたい言葉ある。ですよね。なんかもう、やりたいことが結構もう多すぎちゃって、僕も。なんか、まあまあ、家、まあほとんど家なんですけど、家でなんかもうやっぱ、スケートの、コンクリートのセクションみたいとか、家をもうちょっとなんかこう、物置増やしたいとか。わかるわかるわかる。わ、もうコース、もうめっちゃ手かけちゃうもん、やっぱ。そう、バームもうちょっとこう。そうそうそう。そう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 。もうちょっとここつなぎは。だから YBM とか行ってみたくない ?YBP。YBP。YBP 行ったことあるよ。あ、そうなの？うん、行ったことある。去年かな。なんで？なんかね、長野の
サーティンバンガードってショップの人が、うんうんうん、あ、そうだ、知ってるよね。ケータ君。ケータ君ね。うん。ケータ君が面白いから行きな、みたいな。うん、とか、行こうよ、みたいな。うん、マウンテンバイクで行ったの。そう、マウンテンバイクで行った。じゃあ、ミニダウンヒルみたいなのもやった？ああ、やったやった。ああ、あそこ案外ね。うん、面白いね。ミニだからって、こう、気抜けないよね。抜けない、抜けない。最後のとことか。それママチャリでも行くの。ママチャリは無理だと思うんですけど。マチャリ、いや、いけるから。いけらしてくれると思うよ、でも、多分家は。もうサスつけたろうかな、思って、ママチャリに。オーリンズ、オーリンズの、オーリンズのサスつけたろうかな。どうやって。あくまでママチャリなんですね。そうよ、もちろんよ。やっぱ一番自分に馴染んでるって、ママチャリやん。やろ、何でも道具、使い込んだ道具が一番ええやんか。やろ、まあ、そうけど。やろ、なんか色がね。YBP のあの、本気のコース走ったらやばいよね。ママチャリ。レースのコース行けば。今日ね、いただいたの。今日いただいたの。山車つか。え、なんか。三車。三車や。日本酒。ありがとうございます。ギターさんいただいた。コニタも知ってんの？あ、聞いたことあるね。高山来て、熱燗飲むときは、三社これ。そうだ、三社って吉井とか言ってる。うん。あの、太陽この間さ、ケジロがチャリンコでわーって乗ってたのがそこ？その YBP。そう、YBP。いや、すごいやん、あそこ。すごいよね、あそこね。ママチャリ無理やって。だってもう本気のとこやばいよね、あれ。あの、うん、めっちゃやばい。メーターのとこのスタートとか。そうなんだ。やばい。あれは無理だもんね。無理やね。関西サイクルスポーツセンターとどっちがやばい？絶対 YBP の方がやばいと思うよ。本当？だって8メートルからピーッつって、いきなりキャニオンやもんね、あれ。うん、あ、そう。あれがだって11メーターとか言ってましたよ。そんな離れてんの。いや、関西サイクルスポーツセンターにもそんなないわ。いきなり11メーター飛ばなあかんねん。関西サイクルスポーツセンターはなんかあのモトクロスのレースみたいなこうガチョンみたいな。はい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 。で、関西サイクルスポーツセンターはそのガチョンで行ってからそうこう緩く行ってバンクがあって帰ってくるっていう。あ、でもちゃんとコースやね、多分ね。コースあったの。あの、ジャンプも。BMX ね。うん、BMX。うんうん、ジャンプもしようと思えばできた関西サイクルスポーツセンター。関西サイクルスポーツセンターって言いたいだけじゃないですか、さっき。言いたくなるよ、言いたくなってくるよ。今日寝る前に言ってるよ、関西。関西、関西、わかんなくなっちゃった。三社美味しいですか？わあ、ラッパのり。ラッパや。美味しいよ、やっぱり。アメリカンじゃないですか。美味しいよね。うん、それあれですね、太陽見ながら飲みたいですね。そうでしょう。サンシャイン。サンシャイン。そっちか、そっちかい。ありがとうございます。そう、やっぱ、あれ忘れた、ロンドンが一番やっぱ突っ込めるの。ああ、いや、あいつすごいよ、本当に。すごいよね。めちゃくちゃ面白い。突っ込みで言ったらやっぱりね、もう天才だと思う。天性のものすごいよね。ああ、うん、そうだね。いや、めっちゃすごいと思う。一番やっぱロンドンと面白いのコンビが超面白いね。あ、そう。うん。最近、ブッチもね、頑張ってるけどね。ああ、そうね。悪くないけど、早、鋭さが違う、ね。ロンドンはね、そうなんかもうね、間髪入れずに来るでしょ。うん。だからね、あれは本当に、しかもね、ロンドンの場合は、もともとはそんなライダーでもない、やつが、あそこまで有名になっちゃったから、うん、自分でもなんかやっぱり結構苦悩してたというか、あるんだけど、うん、そう、だけど、ね、まあ自分なりにもやっぱ練習してうまくもなってきたし、ただフィルマーとしてはやっぱりあいつすごい頑張って、うんうんうん、そのいい撮り方をしたいってやっぱりあったから、うん、そうやっぱ追い撮りもうまいし、
うんだろうね、うん、そうでやっぱキャラクターもすごくいいじゃない。うん、いや、あの、ケイジローの先を行くキャラがすごいです。そうなんですよ。だからこう、ケイジローが止めてるみたいな、そういうの好きな。たまにやっぱちょっとこう、ブレーキが壊れちゃう時があるんだけど。いや、もうそれが面白い見てて。そうなんですよ。あの、ラマさんが見に来てくれましたよ。え？ラマさん？うん。あ、ほんまや。あの、飛び越えたラマさんよ、ケイジローが。え、どれですか？固まってない。これ今下にほら出てるやろ、画面に。ドギーさん、オータパイセン、コニタン、お疲れ様ですって。お疲れ様。あ、結構下なのか、これ。ラマ君やってたよね、ライブね。うん、やってた。いつ終わったんか。あれよ、ラマさんいつもかぶせてきはるよ。おー、ラマさんラマさんいつもかぶせてきはるよありがとうございます、ラマさん。そうなの、ラマさんだ、ラマさん、みんなラマさん、ラマさん言って。そうそうそう、まあ、ごめんなさい。ラマさん、ラマさんつって、ラマさん、こんばんはつって。ラマさん、大人気よね。じゃあ、ラマさん呼びましょうよ、ここに。緊急で呼ぶ出てくれるかな、ラマさん出てくれます。もう12時に近くなるけど。あ、そうっすね。もうだって2時間40分もやってるじゃん。そうよ。めげつないよ。めげつないよ。コジコジもコメントくれてる。コジコジ？コジコジってそのサンティーヴァンガードの。そう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 。うん、あ、見てるな、コジコジ。巻き場王みたいな顔してるんですよ。ね、確かに。あの、馬、あつまの。そうっす。ジャンプの。マジで。競馬のね。あ、確かに確かに。こんな話してんのじゃん。そうそう。みんな。でもあれ、巻き場王めっちゃええやつやんか。いや、そうっすよ。コジコジもいいやつ。コジコジもいいやつですよ、うん。で、スノーボードもするんですよ。あ、ラマさんがね、本当にごめんなさい。買おうとしたら、本当に、ほんまに嫌なんだって。そういうことだよね。本気で嫌だっていうことです、これね。出過ぎな真似をしました。申し訳ない。いや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 。投げ銭してくれてんの見ました？あ、シンシン君。ありがとうございます。ね、失礼しますなんて、そんな。あ、すごい。え、これはいくらでもいいんですか？それがね、僕もいまいちよく分かってない。なんかね、あるよ。いくら、いくら、いくらっていうのは。610円とか、さっき500円だったっすよね。うん、多分ね、その金額決まってんのかな。あ、できる、できる、できるよ。いろいろ、ね、選べんすよ。やってみて。待てよ。2万円ぐらい。あ、買える、買える。あ、120円。え、どこでやるのこれ。わかんない。あの、シンシン、YouTube で、シンシンさんのをダブルブリッグしたら。え、これだけど、今、自分たちはできないって感じですか？あ、できるよ。行くよ。こっからはできないと思うよ。え、こっからできない。でも自分の、YouTube からできる。あ、え、何から。じゃあ今何で YouTube 見てんの、コニタンは。携帯？うん、電話で。今、したよ。ちょっと安いけど。そう。ゲーってやったら、来たしょ。あ、ほんまや。電波取っちゃうかな。大丈夫。370円やて。ほら。すごいやん。俺でけへん。どうやって見ればいいんだろう。だから、俺はもう常に生で渡そう思ってんねん。俺から。生でさっき先輩が。おおたら渡すっていう。はい、スパチャッって。そうしよう。これじゃいいですね。すごいやん、すごいやん。これでもあれよ。ケイジロー、あの、競馬台やから。気付けてよ。やばい、これ。競馬台やから、はい。競馬台にするんすか？そう、競馬台よ。当たり前やん、そんな。スパチャってどれだ？スパチャってどれ？なんかね、ワイのね、わいがお金出てるとこあるやん。ライブは出れます言うてるラマさん。あ、ほんま。ラマさん出てもらおう。じゃあ。コメント欄出して。コメント欄。コメント欄。チャット欄か。わ、ラマさん出てくれはる？すごいよ。読んでみる？うん、読んでみる。でも、俺、ラマさん、僕ね、フェイスブックの。
コメント欄に。コメント欄に小西370円とこう、ダブルクリックすると、これかな、スーパーチャットを購入するって出てくるよ。山さん、Facebook のね、メッセンジャーで今、リンク送らせてもらいました。もしよろしければ、よろしければお願いします。え、もう終われへんよ。大丈夫？あ、ギター、ギターさん。ギターさん、ありがとうございます。今日のお礼って、いや、何しゃ、何おっしゃいますやろ、こんなんまでいただいて。もう一歩ある、ありますからね。ありがとうございます。本当に。うん、いいの。あ、やべ。ギターさんね。いけないな。ギターさん、どんな人でした？男前や。185ぐらいあるじゃん、身長。奥さん。そんなでっかいの？うん、奥さんと来られて。ええー。大きかったよ。ガタイ、ガタイもいいしね。かっこよかったよ。ええー、そうなの。結構年いってるんだったよね。そう。ね、53とかって言ってたっけかな。うわぁ、すごい。覚えてないけど。それぐらいだと思うの。めっちゃ男前やったよ。なんか悔しかった。なんか悔しかったもん。そっか。ケジはええんやで。ええー、ここだ。ずーっと頑張ってくれてるけど。ほら、山さん。あ、来た来た。すみません。え？すみません。え？あれ見てるの？山さん。あ、本当。山さん。どうぞどうぞ。すみません。お久しぶり。すいません、本当に。お待たせしてます。お待たせします。先日はありがとうございました、太田パイセン。ありがとうございます。いや、あ、終わりじゃないか。いや、もうあの、ケイジローが呼べと。こんなことできるんだ。本当に、いつもライブ今日やろっかって何も考えずにやったときに、あ、今日も太田パイセンとかぶっちゃったみたいな。絶対水曜日なんですよ。本当すいません。本当すいません。いやいや、何をしゃべるんだ。こうやって出ていただけるんですもん、その後、ね。本当に対はないんです、本当に。大丈夫、大丈夫。何も思ってない。何も思ってない。やっぱみんなあれなんだね。真ん中もっこり、水曜日だ。そうよ。水曜日。やばい、もうどうしよう。突っ込む準備しないと。こんな11時46分にまだ起きてるんだね。ちょっと前までライブやってたので。あ、そうっすよね。そうっすよね。これ終わったら、ラマさんとこ見に行こうと思ってたら、全然終わらないっていうね。このメンツだったら終われなくないですか？いや。今日は、オールですよ。オール絶対嫌だ、絶対嫌だ、私絶対嫌だ。もうね、体壊しますよ、この年のオール。本当に、もう本当にちょこっとご挨拶をさせてもらって、あれでしょうかと思ってたんで、ね、ありがとうございます。いやー、まさか、ラマ君。土井さんの今年もぜひよろしくお願いします。ああ、よろしくお願いします。もう私の上なんか何回でも飛び越えちゃっていいんで、お願いします。目新しいね、なんか企画をまた考えてね。お願いします。もうじゃあ、なんかタライダーやりながら飛び越すみたいな感じでやりましょう。もう。ああ、やってたね。タラもタライもやってたね。飛び越す上を行くから、なんかこう。あ、もうちょっと工夫して。普通じゃないからね。なんか、ケイジローは飛ぶね。うんじゃないか。二人飛び越すってどうですか？二人飛び越す。あ、人います。え？一人です。なんですよ。わかります？え？ちゃんです。わかります。ちゃんです。合わせします。うん。ちゃんです。あの、あったよね。合ってます。合ってます。うん。じゃあ、困らせてる。困らせてる。ごめんなさい。すいません、飛び越しやすいサイズなんで、今度は2人分飛び越してください。わかりました。いいね。僕、メモリーが8ビットしかないんで、すいません。ずいぶん古いね。
すごいね、なんか。すいません。呼んでいただいて、本当すいません。ありがとうございます。ごめんなさい、こんな遅くにね、出ていただいて、ありがとうございます。大丈夫かなと思って、この時間帯に声入ってきて、終われるタイミング作れるのが大丈夫かなと思って、本当に心配してます、私。とんでもないですよ。もう全然、もうだって、本当3時間近くやってるもんね、これ、今。ねえ、もう12時になっちゃうよ。時間だから本当、もうそろそろなんですよ。そろそろ。ご挨拶だけ、いつも誤解だけ取りたくて来たんです、私、本当に。誤解してませんから。誤解してませんから。さっきツイッターに、うん、太田アウトドア潰しでいつもかぶせてくるラマみたいな感じで書いてあったんですよ、ツイッターに。あら書かれていたんですよ、いろんな方から。そうなんですか？そうではないんだよっていうのを言いたくてここに来たんです、私。ああ、なるほど。ありがとうございます。本当にたまたまなんです、本当にたまたま。いや、でも本当のところどうかわからへんよ。いや、本当か。本当だよね、チャンさん。本当なんですよ。そういうことするからな、結構。頭が、まあ、でも、今日なんかあれだよ。うん、他のところでもやってるとこもありますよね。その、ふーちゃんって、星野ふみかちゃんとかの島ブスかなんかも多分今日やってるから、やってた。あ、そうなんだ。だから水曜日はやっぱり多いんだなと思って。うん。あ、そう。なんか気づくと水曜日になってます。私たちもだいぶやるのが。まあ一番だからあれなんじゃないですか。週でやりやすいんじゃないですか、水曜日が。真ん中だもんね。真ん中もっこりで。ね。これだよ。もう次こそ被らないようにやりますんで。何おっしゃいますやら。いやいや、いいんじゃない？かぶって。面白いなと思ってたんですけど、かぶったら出てください。先に終わって後から出るっていうパターンですね。山君、これ新しいオフィス？そうです。私の新しいお店です。ロッジっていう。おしゃれ。いつもここでライブしてます。そこで寝泊まりできんの？ここではね、寝泊まりはできないんですけど、ゲストハウスも別で用意して。それは。そうなんだ。離れたところ。そうです。ちょっと離れたところ、歩いて行けるので、ここで飲んだり、カフェも兼ねてるので、群馬県みなかみにお越しの際は、もう皆さん、ぜひ、ロッジに遊びに来ていただいて。僕は毎年、蓬莱に行くんで、あ、本当ですか。その時に、ぜひ、冬、もしおられたら、お邪魔します。ライブ。ねえ。うちでライブお願いします。生ハム。生ハムあります。生ハムあります。すごい本当だった。生ハム。リスナーさんが送ってくれた生ハムがありますんで。あ、そうなんですね。生ハムだ。ぜひお願いします。嬉しい。小西さんも、小西さんもぜひ、はい、お願いします。ね、行ってみます。一緒に行こう。あの道沿いにあるでしょ。道沿いに。酔っ払ってる人いる。めちゃくちゃ全然酔っ払ってないよ。飲んでるもん。なんか酔ったふりしてたけど結構酔ってるやんな。酔ってるよ、ケイシー。酔ってるよね。やばい。言ってるよ。やばいよね。言ってるよ。まあ、たまにはね。コニタンのこれは何？ここはコニタンのこれガレージなの？ガレージ。これは何？ヨシータに作ってもらったの？いや、レマさん、出口がなくなる。違うよ。自分で作ったの？これね、家にくっついてるガレージ。へぇ、かっこいい、おしゃれ。ね、かっこいいんだわ。みんなね、カッコつけてんのよ。なんだかんだ言ってカッコつけてんの、みんな。だって、ヨシーさんだって、うん、なんか、自分でやってるんですよね。これはショールームだもん、うちね。ショールーム持ってる方がかっこいいやん。すごい、ショールーム。でもまあそこもラマ君とこやってそんなもんやん、そうよ、言うたら。そうです、ここにみんなサップしに遊びに来てくれるので。ねえ。サップだ。サップ、ぜひ激しいサップなんですけど、川でやる。サップ。ロン君みたいに突っ込めない。どうわ、サップ。もうみんな大人だから誰も突っ込まない。そうだよ、あれ見てる。山さんがどうするかなと思って聞いてた。俺も客観的に見たら本当にやべえやつだな、これ。いや、ほんで眉毛が濃いのよね、慶次郎ね。
眉毛がめっちゃ濃いの。すごい。ひげもね、これあれなんですよ。僕、薄いんですよ、ひげ。うん。だから、そうだ、全部伸ばしてこっちに流すタイプなんですよ。だから、ここは、ようさんとは違うんですよ。あ、それで笑ってたから違うよ。ヨウさんはここカットしてるんですよ。あ、してる。で、ここだけ伸ばしてる。甘がいいよね。僕はまだヨウさんも伸ばしてますよね。でもラマ君も実は。あ、ラマ君も伸ばしてる。僕ないですよ。あ、ないんかい。ないです。ない、顎だけです。顎しかないです。顎しかない。コジタンはヒゲ濃いの？僕はない。ヒゲ薄い。薄いから、そう、スカスカで伸びる。ああ。薄くて。でもそんなになるかな。結構、濃いですよね。いや、僕も薄いよ。なんとなくあるぐらいで。でも、ヒゲと声が渋いって言われるね、ライブやって。声はどんどん、声はいい声してますよね。だから、どんどんいい声で喋る。だからラマ君と俺の声はちょっと似てるんだよね。あ、本当似てるって言われますね。高いんだよね。高い。だから喉仏ないんですよ、僕。やっぱ。あれ、ラマ君もない。私もないです。女性ホルモンがっていうこと？多分。え、コジタンある？あるっしょ、あるよ。あるから、やっぱ。声が低いんですね。そう、声ちっちゃいからね。えって言われる。そうめっちゃ言われる。もっと腹から声出せって結構言われる、ね、大会系の人に。もともとではでもね、たまくんね、こうやっぱ憧れるよね。もう私のど仏ないんで、その声低い太田パイセンとかかっこいいなと思います、タイプが私。ああ嬉しい。一回抱いてあげるから。ありがとうございます。やばいね。想像したくないよ。想像したくないよ。やばいよ。ラマさんものすごく筋肉質やからね、絶対。なんかもうガチッとあると思うよ。私あれなんですよ、本当にちょっとぷよぷよしてるんですよ、あのお三方と。いや本当にね、あんだけサップやってたら。そう、残念ながらぷよぷよしてるんです、本当に。多分一番体を動かしてると思うよ、オフシーズン。うん、だと思うな、ラマ君は。いや、多分ドギーさんの方がすごいと思いますよ、体動かしてるし。私こいでる、もう慣れちゃってて全然痩せないんです。そんな力使わずいけちゃうんや、多分。そうそうです、もう慣れすぎちゃって全然痩せないんですよね。かっこいいそれ。だけど悩みなんです。そうですね、ヨッシーさんも全然あれですよね。ん？ぽっちゃりしてないですよね。いやいや、ぽっちゃりしてみよう、僕。あ、してるんですか？ヨッシー君、厚みがめっちゃ出てるよね。この幅変わらんけど。そう、あの、横向いたら、ね、厚みがね。ゴンって厚くなってんの、なんか。そうだったっけみたいな。そうなんですか。でも、こんなにシュッと維持してられないよね。コニタンはなんかトレーニングしてるってわけではないの？俺はね、体を動かしてるだけ。でもスケボーとかめっちゃ真剣にやってるから。うん、マウンテンバイクとか、あとチャリンコとか。引き締まってるとは思うよ。いや、そうだよね。でもやっぱりドギーさんもめっちゃムキムキやん、いつも。やっぱね、気を抜いたらすぐなっちゃうから、頑張って。そんなことない。だって私触ったけど、すごい本当に硬かった。どこ触ったの？どこ触ったの？筋トレは好きだから。本当、撮影の時にすごい触らせていただいたんですけど、すごい硬いの。軽いね。もうやっぱり ここら辺は同世代じゃないですか、あのラマ君、僕、コニタンとか、まあ、ヨッシーさんはまあ先輩ですけど、なんでハミゴにしたの、それ。もう本当にあれじゃないですか、体力とか筋力って落ちていく一方じゃないですか、これから。だから、
もう何もしないってわけには絶対行かなくなってくるんです。思うんですよ、僕ね。そうよね。あの、スノーボードをこれから続けていくんであれば。だから、僕はもう嫌いなランニングをしたんだけど、ああやってるね。何せ、ランニングすごい嫌いだから、うん、続かないですよ。わかる。え、でもずっと結構走ってないですか？走りで走ってるの見てます。でもやっぱね、続かない。だから最近は、ちょっと縄跳びやったり、あのスクワットでジャンプしてやったりとかしてるけど、あ、でもやっぱね、走ると調子はいいの。あの腰とかは調子よくなるの、走ると。体動く。そうなんですよ。すごい体動く。だからなんかもう、でもね、走るのって本当につらい。いや、全然楽しくない。ですよね。あれ、走るの大嫌いですもん。あの、毎日走ってる人とかいるじゃないですか。いる。あの人たち、ほんとすげえなって思わないですか？あの、景色変わらないと走れない。ずっと、いつも同じコースとか無理。いや、あの、ほんとに、いや、走るのほんとつらいですよ。ね。なんか、楽しさを感じづらいですよね。私もすごい。ね、だけど、多分走るのって多分本当基本動作だから。わかるわ。やったら、わかる。やったら本当にいいことだと思うの。そう、人間ってこういうことするために体作られてるんやなって思うね。スケボーとかスノボードとか無理な動きしてるんやって思っちゃうよね。やっぱこう向いてね、こう向いて。そう、うん。横乗りってね、どうしてもね、アンバランスなわけじゃん。そうなんだよ。わかるわ、ね。偏りますよね。本当に。偏るな。そう。でも嫌だな。そうなんですよ。でも走った後はもう本当調子はいいんですよ。確かに。走る。いつもでも腰が痛くなる時ってどんな時なんですか？ポアイセンがドギーさんが。やっぱね、腰はやっぱ長時間やっぱ編集してる時とか。座ってる時は。そう。それであんな立派な椅子座ってるんだ。そう、椅子はもう何個も変えてる。椅子すごいの座ってますよね。ハーマミラー。いや、高いのでもないですけど、なんかやっぱ良さそうなだなと思うとやっぱ変えますね。やっぱほんと10時間とかはやっぱ編集するんで。長いよね、編集ね。動画の編集10時間座ってたら相当きついですよね。いやー、やっぱみんなそんぐらい、いやでもそうやんな、違うわな、また。かかるよね、あれは。そう。かかるね。わうわね、わうわ。いやー、もう、やっぱ2日とかかかっちゃうから。いやー。ラマさん、ごめんなさいね。無理しないでくださいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、あれですか、その、先に追い飛ばすることってできるんですか？僕、あの。もちろんできますよ。もちろんです。あ、そうなんですか？なんかお邪魔といてあるんですけど。この、リーブスタジオっていうのを押してもらうと。はい。赤いバッテン。ああ、これ。あ、これですね。はい。それを押してもらうと、ドローンできますので。ありがとうございます。なんか、お邪魔しませんでした、本当。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。冬にあのご一緒できる、しばかれる、あの、追い込まれるの、楽しみ。これ小西ですからね。そうや、追い込まれる。はい。小西さんにこう追い込まれるのを楽しみにしてるんで、ぜひ。いや、行こうよ。いやよろしくお願いします。ありがとうございます。いやスペシャルゲスト。いや、もう、土井さん、すいません、土井さんの会にちょっと混ざっちゃって、すいません。とんでもない。嬉しい。まさかのサプライズでした。またよろしくお願いします。はい。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。さようなり。さよなら。できるんですね。できるんですよ。誰でも読めるんですよ。誰でも読めるんですよ。もう呼ばないよ。もう12時過ぎたから。ああ、いや。3時間ってでもすごくないですか？ 3 時間は。なかなかないよ。ね、2回目かな、3時間もやった。ああ、そうなんですか？うん。どの回があったんですか ?3 時間。え、それ、ラマさんとか出てくれたとき。あ、ラマ君は3時間あったんですか？そうそうそう。あ、ラマ君の回ってだって、結構多かったんですか？
ラマさんとイグッさんと中島くん。中島くんってショップの人ですか？そうそうそう。そう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 。ありがとうございます、ギターさん。ああ、ね、ギターさん。ギターさん、これ多分ギターやってますね。あ、え、ラマくん。ラマさん、もうそんなお気遣いなく。僕やりたいけどできないから、僕生で渡す。いや、俺さっきやったんですけど、全然その。いや、そうでしょ、できないのよ。なかったけど。だから僕生で渡すんで、もう。あ、もうひねりです。もう。おひねって。おひねりあります。石入れて、こうやってガッて投げようと思って。あら、筋肉すごいよ。全然インドアって言ってるの嘘やからね。うちに懸垂のやつがあるんですよ。で、懸垂ができる。バーつけてたよね、こういうのね。そうっす、そうっす、ね。あれいいっすよ。あの、背中伸ばせれるんで。ああ、気持ちいいよね。やろうかな。あの、ボルダリングの壁はうちもあんだよ、ほら。え、あんの？おお、これは、ね、本当じゃん。なんかね、イベント用、うん、子供のイベント用に作った超チャッチーやつ。うん、じゃあ、1枚だけだ。コンパネ1枚とか。そうそう、コンパネ1枚だけ。で、ホールドも超安いやつ。でも、そう、でも、作ろうと思えば全然できるでしょ、外とか。いや、もうあれ見たから。うん、あ、場所的にね。ねえ。うん、ある。今日もやったよ、一人で。はい、作ったの？ボルダリング、そうなんです。ボルダリングのやつがあって、マジで、はい、今日もやったんですけど、うん、面白いよね、あれね。そうなんですよ。なんか体の使い方で登れたりする。そう傾きなんだよね、とかさ、足とかでさ、体を結構つけてなきゃいけないとかね。いや、ボルダリングは本当に。昔さ、金田由紀子さんって覚えてる？はい、わかります。金田さんがボルダリングやってて、はい、誘ってくれて一緒にやったことあるの。うん、え、結構ガチなの。昔だね、それ、ね。超昔、俺はサルマンの時か。その頃から金田さんはやってたんですか？やってた、やってた。え、じゃあ結構やってたんですか？うん、え、僕は全然やってないよ。金田さんはやってた。本当に子供とか女の人とか、うん、全然俺とかより登れるんですよ。ああ、そう。それ何？体重、自重が軽いからもあるし、多分体の使い方なんですよ。筋力じゃなく、うん、筋力使わずに、こう、体をこう一番こう登れるのをできるんですよ。筋力があるとそれで登っちゃうから、強引に登れちゃうんですよ。そっか、なんか踏む方向とかもあるんでしょ。そうなんですよ。だからなんかもう筋力で登るとすぐ体力もなくなっちゃうし。そうよね。高山にね、ロッククライミングするうちの仲間がいて、はい、アンファチのね、はい、その人もツルッツルのとこ登るの。こうじゃないんだよ、はい、ちょっとこうなんだけど、はい、どこを持って上がってるのこれっていうぐらいツルッツルのとこ登っていくの、こうやって、はいはいはい、なんつんだっけ、そういうの、なんかあるんだよね、スラブって言うんだっけ、スラブ、あ、そうそう、スラブ、あとクラックっていうの、割れ目。割れ目にこういろんなとこ突っ込んで、体の、それでこう、うわーって登っていったりする人もいる。なんかもうスノーボードのトレーニングになるかなと思ったんですけど、うん、全然なんないですね。なんないかも。それが面白い。体幹だけはできる。そう、でも体幹を鍛えてからやるものかなって思った、やっぱりやってたら。ボルダリングも結局は、ボルダリング自体で体幹を鍛えるんじゃなくて、やっぱ体幹がなかったらボルダリングもできないから、ボルダリングのためにトレーニングするとか。そうで、やっぱり変な向きでやっちゃうと腰も痛めちゃうから、う
だから、そう、あのボルダリングはもうボルダ、もう別として考えてやらなきゃダメだなと俺は 思ったですね。まあ、でも楽しいんだもんね。楽しいですね、うん、やっぱ家にあったら。ありがとうございます。お茶、お茶、お茶、神会に。ございます。あ、神会、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、コニさんも楽しそうだね。楽しいよ。家がこう、うん、ほら、自由になんか、いろいろできて、うん。うん。そう、時間足りんよね、やっぱり。ほんまに。そうだね。そう、足んない。ほんまにやりたいことと、やらなあかんことと、まあ、お金稼ぐこととかね。だよね。大変だわ。うん、わかるよ。身に染みてわかる。ね、ね、だよね。染みるよね。でももうちょっとさ、ドギさんはもうちょっとお金もらってもいいよね。その、いやいや、言わへんだけで。YouTube 関係で。あ、いや、言わへんだけで。僕、YouTube では収益は得てないですからね。そうでしょ？そうでしょ？そうなの？そうです。ま、なんで？広告出てこないね。広告は出さないです。もうほんと 100% プロモーションっていう立ち位置で。そう。なんか、やっぱ YouTuber っていう風になっちゃうと、うん、やっぱこう、動画も、やっぱ YouTuber でもし僕がやるんだったら、うん、動画をもっともっと出して、うん、いっぱい見てもらうっていうのが YouTuber じゃないですか、普通。うん、で、僕のやっぱ YouTube、あの、動画に関してっていうのは、うん、あの、ファンのために出してるものだと思ってるんで、なんていうんですかね、その、別に、あの、面白くない、面白いって思ってもらわなかったら見てもらわなくてもいいっていう気持ちでやってるんですよ。うん。うん。だから面白い人だけ見てくれればいいっていうような気持ちで僕はやりたいっていう、その、なんですかね、うん、そっか、あの回数を稼ぎたいっていうためにやるものじゃないというか、あの動画自体をあのまあ本当に自分がやりたいことをやりたいと思ってるんで、うん、で YouTuber だったらもう、うん、多分いっぱい出してやっぱこう金を稼がなきゃいけないんですけど、うん、そこがないんで、やっぱり自分のやりたいクオリティでやるってなったら、やっぱ1週間に1回がやっぱ僕限度なんで、うんうん、だから別に、その、それだったらやっぱ稼げないし、うん、YouTuber としては、うん。それだったら僕はもう別にそういう収益は関係なく、うん、自分のやりたいことをやって、自分のやりたいクオリティをやって、うん、そファンの人が面白いって思ってもらえればいいかなっていうだけなんですよね。うん、だから YouTube じゃなくてもいいんですよ。うんうんうん。見てもらえればっていう、ね。そうなんですよ。そう、プラットフォーム。ただ、最初から YouTube でやってるってだけなんで、うんそうですよ。だから、でも、それで、あの、ファンになってくれて、あの、ストアで買ってくれれば、僕はもう本当十分なんですよ。うーん。そうなんですよ。で、あと、やっぱり、その、見てください、登録してください、高評価してくださいってなると、すごい、変なコメントとかも、結構増えると思うんだよね。そうなんかな、やっぱ。見てみはまだ全然。そういうのって、インターネットだったら絶対あるんで、うん、気にしなければいいんだけど、うん、俺、すごい気にしちゃうんですよ。繊細なの、繊細なの。繊細だよね。繊細ちゃんなんだよね。繊細なんですよ。だから、あの、ワオに関しては本当にそういうの少ないんですよ。そっか。だから、まあ、そういうのもあんのかなと思って。で、みんながとってもなんかこう気持ちよく見れるんだろうな。だから、まあ、本当に、
まあありがたいですね。まあでもあたまにはもちろんありますよ。たまに変なこと書く人もいるけど、そういうのはもう本当に削除&ブロックですね、即。ああ、もう、まあね、気持ち悪いもんね。見たくないしね。僕も別に見てくれとも言ってないし、それは自由じゃないですか。そうよね。そうよね。そうなんですよ。だからそういうスタンスで僕は やりたいなと思って。そうよ。あれよ、あの、ドギーの文句は俺に言えってやつだよね。知らない？花のページ、花のケージ。花のケージ。漫画、もう誰も二人とも知らんねんもん。花のケージはわかるっすけど、漫画っすか？漫画。あ、花のケージじゃない、ごめん。蒼天の剣だっけ？やめよ。この漫画。通じないよ。変な感じで止まってた。ほら、変な感じで止まってたもん、ケイジローが。ヨッシーさんってパチンコとかしました？前やってたよ。ああ、今やんないですか？プラネットとかね、マジカルベンハーとかね、アレジンとかね、アラジンとかね。ああ、コニタンはやんない。コニスって一回でも行ったことあるよね。ああ、行ったことあるかな。東北でかな。違うかな。どこでか忘れちゃったけど。うんうん、俺も前は行ってたんですよ。やっぱ好きで、だけどやっぱ本当に一回本当にお金が なくなっちゃってた時があって、家のローンもある家族もいるってなって、でお金もないこれどうしようってなった時に、あパチンコで稼げばいいやって思っちゃった。パチプロだよ、パチプロだよ。どうしようもなくないですか？でもその思考はね、ね、その思考はでもわかる。でも、分かるよ。今思ったら、やべえなこいつって思うんですよ。でもその時は、やっぱそう思って、で、行くじゃないですか。やっぱり稼げないですよ。パチンコで家族食わすんだっつって。だって、ギャンブル、多分競馬もみんなそうでしょ。胴元が勝てるようになってるんでしょ。勝てないですよね、絶対。ね。そうで、俺、まあ、で、だから、そのぐらいが多分、すごい、もうどうしようどうしようって思ってたと時代、時なんですよ。で、もう本当に悩んでたのが、本当3年ぐらいあったですね。で、まあ、ステッカーがそういう風になって、で、それ以来、もうパチンコ1回も行ってないですからね。おぉ、素晴らしい。そうなんですよ。まあ、偉いのかどうか分かんないけど、でも やっぱり、まあ、結局、パチンコができるときって、お金がなきゃいかないじゃないですか。全くいかんからな。まあ、そう。で、まあ、借金とかはまあしてまではいかなかったんですけど、まあ、パチンコをするお金もないぐらい、どん底に行ってから、まあ、這い上がったみたいな。本当にそこまで行ったから。やばいね。そう。だから人間って、やっぱどん底まで行ったら、なんとかしようと思うんだなと思って、自分。笑ってるけどね。今笑ってるけどね。だからその時は本当に、どん底だった。そう。話また戻るけど、ワウのチャンネルを、その番組をっていうか、有料にすることとかってなしなんかな。ああ、YouTube で？そうそうそう。収益化するってことでしょ？そう、全然俺なら、月いくらみたいな。俺なら絶対やる。あ、そう。でも、言っても多分、
言っても多分そんなになんないんだろうなと思うからやんないんだけど、それがもうすげえお金が稼げるってな言うんだったらまあやるかもしれないけど、多分そんなんでもないんじゃないかな。例えばさ、月額500円とかにしてさ、うん、ああそういうことか。そう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 。でそれ払ってる人しか見えませんみたいなんで、まあね、みんなに見てほしいだろうけど、そうだね、うん、でも今のスケジュールがやってるそのなかなかできひんやんね、うん、収益化できるのにあえてしないっていうさ、うん、すごいかっこいいけど、うん、いやかっこいいわけしてないんだけどいや、なんかだけどまあなんかあの本当にそのワオストアでそう買ってくれる人がまあいてくれるから今その続けられてるっていうのもあるから、うーん、なんかいやあの別にそうあんまりそれは考えなくてもいいかなとは思うんだよね。うーん、なんかなんとなくわいはお金払ってもみたいなって思うから、いやそういうそれはもう嬉しいけど、うん、でもそうだね、うん、今のところはそう。でもほら、うん、やっぱりね気軽に 見たくない、あのほらまあね、あのスラッシャーだ、スラッシャーマガジンとかだってさ、うん、見ない？スラッシャーマガジン。あの、いや、見る。でしょ？うん、あれだってさ、面白いじゃん。まあね。そう。ただだよ、だって、あれだって。で、スラッシャーマガジンだってね、多分あの、T シャツみんな買うじゃん。うん。うん、スラッシャー好きで。まあ、スラッシャー見ない人も、一般でもいるけどさ、うん、見ないけど知らないけど、そうそうそう、いるよね、うん、でもそれってすごくない？まあね、うん、あのやっぱ俺、うん、服を作る時にというか、あの、うん、はい、まあ最初は流行りだったんだけど、うん、定番ができたら本当に強いなと思うんですよ。うん、僕はすごくそれを。ですよね。作ろうとしてるっていうか、もうあるのね、自分の中に。でも、はい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 。みんなの価値観としてそれが本当にこう定番化するっていうのには、ものすごい時間と。ですね。ものすごい説得力と、ものすごいストーリーがいるよね。うん。うん、っていうのはすごい感じる。だから定番ってすごく大事なものだと思うし、うんうん、でそれって服だけじゃなくて、うん、まあ、その動画にしても、うんうん、だから定番ってすごくいいなと思うんですけど、うん、スケートで言ったらまあ本当にね、あのバンズの、うん、ね、オールドスクールとか、うん、キスの、うん、874とか、うん、まあ、なんか本当に定番って、いや、それこそ本当に、まあ、さっき言ったように、時間がかかるっていうのは、みんながみんな口コミとか、本当にいいぜって なって、うん、定番になるじゃないですか。うん、そう。だから、流行りはバーンってなるけど、定番っていうのは息がずっと長いじゃないですか。そうね、10年、20年売れるからね。だから俺、本当にそういうのを、やっぱり目指したいですよね。僕も。それを動画でってこと、服。動画もだし、服も。両方。だし。そう。でも、ワオに関しては、もうちょっと今、定番化して、もらってるのもあるけど、うん、常にやっぱり新しいことはやっていかなきゃいけないなっていうのもあんだけど、うん、うん、そう、難しいけどね、本当に。
なかなかそんな新しいことをさ、劇的に新しいことを毎年毎年なんていうのは、なかなかね。そうなんですよね。難しいでしょ。大発明毎年するみたいなもんじゃないね。そうですね。でもなんか少しずつでもこうブラッシュアップして、うちはやってるんだけど。大事よね。これライブしてるんですけど、まだ大丈夫ですかね。もうしまいましょう。僕もね、今時計見ながらね、おお、もう3時間半やぞと思った。見てくれてる人、本当ありがとうございます。ありがとうございます。今だってまだ、なんかもう、200人以上見ていただいて。ほんまや、なんか、いつ終わんねんって思ってる人もおるやろうけど見てくれてるんやね。ちょっとね、でもやっぱキリが必要なんでね。ですね。ちょっと、名残惜しいけども皆さんね。ありがたいですね、本当に。だからこれだけの人さ、今までこう見えなかった慶次郎見たいなっていう人が多分言ってくれたんやと思うんです。で、ケイジローがすごい酔っ払っててね、今ね。そうなんです。今日はだからもう酔っ払っちゃって、泣けたしちゃいましたね。ね。いや、もうすごい嬉しい。めっちゃ嬉しいよ。やっぱそうじゃないと面白くないもん。醍醐味だったね。めっちゃ面白いです。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。まあ、本当に人間ね、歴史がありますから。これから私もね、いいシーズンになると思うんで、皆さんもスノーボード楽しんでください。ね、遊びましょう。ですね。なんせ遊びましょう。こう現実世界でね、もう吐くほど嫌なことがあったってね、雪の上に行ったら、ファッてなりますから。僕そうでしたから。そうですね。大丈夫です。救われます。締めました。締めました。楽しみだね、冬ね。とりあえずね、本当に本当に。あ、そう、で、来週のゲストもね、もう決まってまして、北海道からご参加いただきます。はい。中村陽子さんでございます。イエーイ。はい。中村陽子さん、来ていただきます。陽子ですか？はい。陽子。陽子ちゃん。で、今、MC カズもね、連絡してますけど、あいつは連絡返ってこないんで。いつもね。まあ、その時になったらまた連絡取れるかなと思ってます。大丈夫でしょう。よろしくお願いします。ほら、嬉しいやん。すごい嬉しい。あ、違う、これじゃない。はい、これも嬉しいけど。はい、ドギーさんの違う一面見れてよかったって嬉しいな。ねえ、もちろん、最高に楽しかったって嬉しいですよ。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。3時間半もやってます。ねえ。3時間半やって。うちらほぼ飲み会状態やってる。ほんまや。いや、でも、ね、僕初めてこういうのやって、やっぱ面白かったです。あ、よかったよかった。はい、ありがとうございます。また来て、ね、次は、はい、次はずっと釣りの話よ。お前意外と釣りの話ずっと釣りの話よや。よかったよかった。喋れた喋れた。今度喋りたいもっと喋りたい。じゃあ皆さん、ありがとうございました。はい。ございました。ケイジロ君、ケイジロ君ありがとうございました。ありがとうございます。小西君いつもありがとうございます。はい、いえいえ、お疲れ様でした。皆様ももうね、遅くまですいません、ありがとうございました。また来週、週の真ん中水曜日、はい、お会いいたしましょう。それでは、グーナイ、グーナイ、ベイビー、涙こらえて、グーリララン、今夜は、おやすみ。